キエさんと西さんと、はい、ありがとうはい、ござ参います。加、一緒に やっていただくことになって、はい。すごい嬉しいです。ああ、ありがとうございます。はい。呼んでいただいてまして。いや、これ、録音残りますからね。はい。はい。録音残る。録もじゃ音もしじゃたら。喋って。そうそう。恥ずかしい録音になっちゃうかも。そうですね。あ、今回、私はもう、あれでしょ、カズタマが知ったのは、2018年の時なんですよね。ああ、そうなんですね。そうなんです。椎2018名みなつさんって、西さんええ、の、はい、よはくい、知っており知まってす。る方。椎名みなつさんからカズタマを受けて、そこで初めて知ったんですけど、それで自分の役割がそこで、初めて分かって、全然自分、今まで思ってた自分じゃないことを言われて、どっちかとおとなしい内向的な感じだったんですけど、逆に8番なんで、外面質そうが。ですね。外面接8番ですね。8番だとどっちかっていうと、あれじゃないですか、表に立つっていうか、収まあ、穫拡大、なんて言ったらいいんですかね。そうですね。やっぱり人の中に入っていかなきゃダメですよね。内向ではなく、こう、どちらかというと外向的に行かないといけないという方が正しいんではないかなと思うんですけども。そうね、それだったんですけど、8番って言われて、そんな自分だったんだみたいなのが、そこで初めて知ったっていうか、それでちょっとそういうふうに思うと意識が変わってきて、いろいろそういうふうなものの見方とかもするようになったりして、で、家族のカズタマの数字とか調べると、家族のことも分かったりして、だから弟はこういうふうなんだとか、関わり方の違いも分かったりとかして、でもそこでカズタマすごいなって。ああ、そうですね。ああ。で、誕生日で分かるやつ、あれは何て言うんでしたっけ、誕課生題日で。ですかね、課課題、題。ああ、はい。それもすごい結構私には衝撃的で、役割が、長男だけど全然家を継ぐ役割じゃないとか、そういうのも分かった途端、なんかうちのお母さんが弟、長男に対して、やっぱすごく後を継げみたいな感じでずっと育ててきたのが、ああ、なるほど、なるそほど。れで弟はもうすごい拒絶をして生きてきてたんで、その謎もなんか分かって、で、この間それこそヒューマンデザイン、アキエさん、弟のちょっと見てもらったら、カリスマを持ってるから、自分らしく生きていく人だっていうか、自分もやりたいことしかやってはいけないではないけど、やってた方がいいんです。やった方がいいですやっね。た自方がいい分んでのすこよとね。大事ですね。人に抑えられたりとかはダメなんですよね。そういうのとかもいろいろ、なんかそういうの、いろいろそのヒューマンデザインとカズタマでこう、重ね合わせると、すごいその人がわかるっていうか、もうよりよくわかる。そのことにしよう。まあ、結局自分もその、ヒューマンデザインでマニフェスターなんで、その8数とちょっと被るんですよね、マニフェスタ。8数が。リーダーですか？ 8 数っそて。うです、8数、リーダー。どっちかというとリーダーっぽいですよ。なんか、まあ、みなつさんは何かに言ったと言われたときは、リーダー8と、数はなんか、監督みたいなイメージとか言われたんですよね。まあ、西調さ和んが型な言うんのはちょっとで、違うかもしれないけど。そうですね。例えば、こういう場所にいて、自分よりこう、得意な人がいる場合は、任せるんですね。逆に話を。例えば、ヒューマンデザインのことに関しては、アキエさんが、ここで一番詳しいと思うんですけども、ヒューマンデザインの話の時は、僕はすごくおとなしくなってるわけですよ。ただ、西さんもさっき、8ですもんね。そう、僕も8なので で、やっぱりその、カズタマの話をするとか、あ、ここは僕が話した方がいいだろうなっていう時は、僕が前に出てくるんですよね。そういう、その、なんていうかね、こう、
ある程度こう調和が取れる数字というかですね、そういうこの数なんですね、8っていう数字は。だから、まあ、なんていうんですかね、まあ、どっちにもいけるって感じですよね、だからね。場所に合わせて先頭にもなれるし、ここは引いた方がいいなっていう時は、こう下っ端でこう調和を取っているっていうような感じの、そういう数字になりますよね。で、話がちょっとそれましたね。いやいやいやです。同じ鉢なんで。ちょっとね ね、今日本当たくさん来られて、来ていただいてて、まあ、今、ズームはね、何？ 20 人ぐらいいますよ。すごいですね。はい、ズームの方が。ちょっとすごい、あバりビがですとうごね。ざいます、皆様。ありがとうございます、感本当謝。に。ハウスもね、すごいたくさんいらっしゃって。ちょっと大事な話もしていかなきゃダメですね、早くね。そうなんです。なんで、もう私はもう、渡しますもん、西井さんとアキエさんに。お願いします。もう私のことは大丈夫なの。まあ、マニフェスターに仕切っていただかないとね、ぜ最ひ、後。皆さん、そう今日なんですよ。手を挙げてくださってる方いるんですけど、最初はちょっと3人で喋らせていただいて、それでもしご質問とかあったら最後でよろしいですか？そういう形で。そうですね。ちょっと前半だけね、このカスタマとかコアホースとかヒューマンデザインを知らない方もいらっしゃるので、そうですね、そんね。なお話もしていったらどうかなと思いますね。そうですね。じゃあ、どういう感じでいきましょうかね。どうしましょう。じゃあ私、どういう経緯でここに至ったかとかお話させてもらっていいですか？そうですね。まず、ミキさんは私の、お客様というか生徒さんなんですよね。で、コアフォースメソッドっていう、その人のこう潜在意識とつながって、その人の課題とかね、そういうのを、こう、なんて言ったらいいんですかね、超えていくというか、解放するじゃないの解ね放す るそうというですね、か、解放するとそういうのをなさってるって聞いたのが今年の3月ぐらいでしたかね、あれね。いう。4これな、月。3月か4月ですごい素晴ら3月だししいね。なと思って、私が惚れ込んだんですよ。私が惚れ込んでもぜひそれをお手伝いしたいっていうことで、生徒さんになっていただいたんですね。で、そしたらそれをコアフォースを作ったのが、まあ、ニッシーさんだっていうこそうでとすね。で、それをまあ4月頃からは聞いてたんですよね。で、私自身はヒューマンデザインをやって、実はもう私すごい占い大好きだったんですけど、ヒューマンデザインを知ってから占いはもう一生いらないと思ったんですよ。自分の中の意思決定のこの前のめりとかね、そういうサインさえあればもういらないと思って全部もう捨てたというか、なんですけど、一個だけちょっとやっぱり解決できない問題があって、一個だけ 一個だけあって、で、それをミキさんに コアフォースで見てもらったら、ものすごい楽になったんですよ。まあ、家族のことなんですけど、ね、もう極端に楽になったなりましたよね、あれ。なりましたね。もう気にならなくなったっていつかなんか言ってました。前世を見てもらってね。まあ、実はその家族がいると私過呼吸になるぐらい辛かったんですよ。もう悪い人じゃないんですよ、もちろんね。悪い人じゃない とてもいい人なんですけど、すごくとていいも人いいなん人。です。とてもいい人なんですけど、とてもいい。なんか一緒にいるとこう殺される感覚があって、なんか過呼吸が。で、ミキさんに見ていただいたら前世で殺されてたというね。拉致されて。拉致されて、ね、殺されてたってことが分かって。で、不思議なのは、それが分かった途端に楽になるんですよね、あれ。で、気にならなくなって、もうすごい、だから感謝ですよね。で、だから、ニッシーさんにもお会いしてみたいなと思って、お会いしたのが10月。そうですか。もで、ニッシーさんのさ、セッションを受けて、もう完全にすっきりしたんです、それが。もう、なんか、あんだけ嫌だったのが、もう今は本当に感謝。その相手に感謝ができるようになったので、それでなんかコアフォースとヒューマンデザインをコラボしたら、もうちょっとすごいよねみたいなのを体感したんです、私は。なるほど、それがまあ私の経緯ですね。
で、西さんにもね、ヒューマンデザインさせていただいたんですよね。そうですね、僕もだからそのミキさんのね、ご縁で、アキエさんが風玉を受けていただいて、で、その経緯で、僕もちょっとヒューマンデザインね、興味を持ったんで、受けさせていただいて、で、ちょっと僕はね、正直言って、本当に驚いたことがありまして、これ、ぜひですね、ちょっといる方に知っていただきたいなと思ってたことがありまして、僕って5年前に、5年前、もう6年なのかな、6年前に、サラリーマンを20年やってたんですけども、その20年のサラリーマン生活をこう飛び出してですね、突然飛び出してしまって、こういうスピリチュアルなことを、ちょっとやり始めたわけですよね。あ、大丈夫かな？聞こえてまあ、すか大ね？丈夫です。聞こえはい、てま聞す。こえます。そうですね。で、こういったそのお仕事を始めるっていう形になった時に、僕ってうちの嫁さんが実はちょっとその見える系の人なんですよね。だからこう夫婦で実はそういう世界の仕事をしてるんですけども、嫁さんはそういうその霊視ができるとか、なんかこう降りてくるとか、そういうのがこう自由自在にできるわけですよね。僕は一切そういうことができなかったわけですよ。ところがですね、鑑定をしてるときは、僕はなんかこう、何かが宿ったかのようにですね、すごく直感が冴え渡って、こういろいろメッセージが降りてくるんですよ。これは一体何ぞやというところで、僕の中にはあんまりその意識がなかったんですけども、ヒューマンデザインを見るとですね、僕はこう誰かこの、なんですかね、人の影響を受けて自分の能力がこう発動するみたいなね、そういう感じですよね、アキラさんね、そうです、そうです、簡そうで単にす。言うと。そうです、そうです。はい、要するに、一人でいるときっていうのは、自分の能力をこう発揮できないような、こう、もぬけの殻みたいな感じですよね、言ったら。すごくわかりやすく言うと、こう、もぬけの殻みたいな感じなんですよ。はい、本当にもぬけの殻。要するに、まあ、これ直感だけの話をすると、まあ、要するに降りてこないんですよ。ところがですね、鑑定をやったり、その自分にこの影響を与えてくれる人とかいるわけですよね。そういう方が、今だとこのまさに昭恵さんがそうですよねえ、ね。私が全部色はい、付きなまのさでに。ね。で、こうやって昭恵さんがこうそばにいる状況で僕が話をすると、話したいことがこう溢れてくるんですよね。ああ、すごい。次から次へとですね 溢れてくるんです、これ。いいですね、いいです。いつもおだからとも今ちゃん。日は、ある意味このですね、対談を始めるにあって、テーマを一切決めないでやろうということで、今スタートさせていただいてると思うんですけども、僕今、止めどなく話したいことが出てくるんですよ。私のこれは影な響ぜかと。これはもう完全に僕は今来ている方々に対してこう伝えたいメッセージが全部こう自動的にこう降りてきてるんですよね。なるほど。普段はこれないんでが、すか？一人でいるときはそういうのは。一人でいるときはないです。全くないですね。全くないんですか？全くないですね。本当にもうもぬけの殻っていうのは本当そういうことかもしれないですね。抜けるから。ただ毎日僕もメルマガとか書いてるんですけども、そのアイディアっていうのは確かにですね、誰かがいるときに降りてくるんですよ。ああ、そうですか。そうなんです。例えば、昭恵さんはちょっとセッションさせていただいて、ヒューマンデザインのセッションさせていただいて、うちの嫁さんを見てると思うんですけども、この2人が合体すると、それこそ能力が あ、すごい、そうですよね。奥様とね、一緒にいそるうなんです。と、すごい活性化しますよすごいね。活性化するんですね。僕の能力が活性化するんですよ。そうすると、止めどなく降りてくるんですよ。すごい。大事だかにらし一人でメルマガ書こうとすると、全然何を書いてやら、今日どうしようかやっなんぱて、りそうなんですか。なんかね、時間かかりまいや、すね。毎日メルマガすごいなと思ってたんですよ。本当すごいです、西あさん。の、西さんのデザインを私は知っているので、あのデザインで毎日書くってすごいなと思ってたんです。あ、じゃあ奥様のおかげなんですね。そうですね。要するに、一人でいると、やる気もそうなんですけども、極力その、おり、その、なんですか、能力ですよね。自分の能力っていうのが、こう、目覚めてこないというか、そういう感じなんですよ。ただ、今もいるんですけども、やっぱりその、なんですかね、いると、
極端な話、いると、何かをやらなきゃっていうものが どんどんこう降りてくる感じがするんですけども、この感覚になるっていうのが、自分にはそういう能力というか、まあ、一人でいるとそういうものが出てこないけれども、人の力を借りることによってそういうものが目覚めてくるってことが分かった時に、そっかと。だから僕自身はですね、人がそばにいる方がその自分の鑑定能力っていうのも発揮できるんだなってことが分かったわけですよね。僕イベントに出た方がね、すごく力発揮できるんですよ。ああ、やっぱりね、そうですよはね。い、人がたくさんいますよね、イベントに。でお客さんもたくさんいるし、こう出店者さんもたくさんいます。まあ、そういう場所に行った方が、なんていうんですかね、力を発揮できるっていう実感があるんですよね。こういうなんか秘密がこう、例えばそのヒューマンデザインを受けたことによって、いくつも知ることができたのは、僕にとってもすごく大きかったんですよね。このヒューマンデザインね、知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、西さん、本当に色が白いとこ多いんですよ。ね、はい、ほとんど白いですよね。ほとんど白ですね。ほとんど白い。白いってことはですね、まあ、自分の力ではあんまり使えないんですけど、人のを借りていける人なんですよね。で、私が全部色付きというね、自分のやり方でしかできない。そうですね。なので、まあ、あれですね、ちょっとまあ今日のテーマっていうのが、その一つのその本質的な生き方っていうところがあると思うんですけども、結局、その僕、よく思うことがあって、占いとかの話をこう聞いてるときに、大体こう占いで来られる方って、今起きてる問題のことだけ話すじゃないですか。例えば、まあ、よく多いのは、ちょっとその彼氏がいるんだけども、彼氏と今うまくいってなくて、これがどうなのかってことを見てほしいみたいな、結構多いと思うんですね、これね。これって物事の表面的な部分しか見てないような状況だったりするわけじゃないですか。で、物事にやっぱり陰と陽という2つのそのね、流れがあって、この陰と陽を知ることによって、こう真実ってものが見えてくるっていう意味があると思うんですけども、目に見えている世界っていうのは、僕らでいうところのその彼氏のその問題っていう、その目に見えてるところしか見てないわけですよね。で、実際にはこの目に見えてない方っていうものを知らないと、この物事の両方を見て真実の見つからないよという、こういった意味があったりするんですけども、これを見つけるものが、僕はヒューマンデザインだったりカズタマだと思ってるんですよ。だから本来生まれてきた意味ってことを知った上で、じゃあその彼氏はなぜそのことをするのかってことですよね。そのそうですよね。態度を取るのかってことが、これが見えてる方と見えてない方、両面を見るっていう、その要するに考え方ですよね。これができた時に本当の真実が見えてくるっていうのが、すごく僕は大事だなと思ってて。本当ですよね。はい、本質を知るってことは、要するに自分は何のために生まれてきて、そしてどこに向かっていくべきなのかっていう、さっきね、ミキさんが、内向的になった自分が鉢を持ってるから、もっともっと逆に言うとね、外に出ていかなきゃいけないっていうお話をしてもらったと思うんですけども、これはやっぱり自分が与えられた生き方じゃないですか。この生き方っていうものをちゃんと知った上で、彼氏はなぜそういう態度を取るのかっていうところを見ていくと、実はすごく深い意味がここに隠されたりするわけですよね。はい、深いですよ。深いです。だから僕、たくさんのこう占いやってる方って、皆さん正しいと思ってるんですよ、その言ってることは。ただ本質を知った上での答えと、本質を知らない上での答えっていうのは、ちょっと意味が変わってくるかなってふうに思ってるんで、なんかそれを知る一つのきっかけになるためのツールとしては、このヒューマンデザインとかカズダマっていうのは非常に、効果的なものだなと思ってますし、腑に落ち方が違うっていうのはちょっと感じてますよね。わかります。はい。本当に腑に落ちますよね。そうですね。今も本当に勝手に僕喋ってるんですけど、お願いします。どんどんお願いします。すみません、勝手に一人で私喋っのて、エネルギーがある。ノープランなんですけど、
まあ、このようにですね このように このようにですね、僕は昭恵さんの力を借りると、これができてしまうんですよね。すごいですね。不思議なことに、あれ、昭恵さんも本来僕っていうのはアドリブに弱いんですよね。弱いです。弱いです。だから毎日のメルマガを書ける人じゃないと思います。そうですよね。こいや、れ、あれはで本当すにね、すごいなと思う。人の力を借りて生きることが大事なんだっていうことを知ったからなんですよね、やっぱり。あれで僕ちょっと変わったんですよ、逆に言うと。それカジタマでですか？これはヒューマンデザインです。あ、ヒューヒューマンマンデデザザイインンでやっすね。て、あ、最近の話。ああ、最近なんそでうですすね。ね。それは本当にすごく大きかったですね、逆に僕の中ではすごく大きくて。要するに、その自分一人でも書くことはできるんですけど、異常に時間かかるんですよ。やっぱりそうですよね。異常に時間かかりますね。なんかエネルギーを使います。あ、わかります。そういうタイプですよね。はい、エネルギー使ああ、い一ま人だす。とそうなる。そうですね。一人でだと、その自分のなんかもともとこのブランクの能力ですよね、枯れてる状況から無理やり引き出そうとしてるんで、やっぱりすごくエネルギーを使って、なんかメルマガで午前中終わっちゃうみたいなね、なんかそういああ、そこに。それぐらいなんか時間かかって書いてたりしてたんですけども、なんかこの人の力を借りていいんだっていうふうにこう考えれるようになってから、すごいスムーズに物事が進むようになりましたね。そうなんですよ。白いとこが多い人っていうのは、やっぱりいい人の力を借りるといいんですよね。そうですね。まあ、悪い人の力借りると悪くなっちゃいますけどね。ああ、そうですね。そのなんかこう色付きの論理って、色がついてるついてないって、まあ、すごく分かりやすく言うと、ヒューマンデザインって、要するにこの6箇所ぐらいの、そのなんかありますよね。9箇所、あ、チャ9ク箇ラ所でですすね。から、ごめんなさい。9個9の箇所センでターす。ですね。そこにこう色がついてないかついてるかっていうところが、まず一つ大きくキーになるじゃないですか。そうですね。僕、すごく面白いなと思ったのは、要するにこう僕みたいに、どっちかというとホワイトカラーの人たちですよね。色がホついワイてトないカかラー。とか。ホワイトカラー、まあ、ホワイトカなんラーっかて言い斬方新がいいな、のなんか。か斬新な感じに そうですね、言すみません。葉が。僕、勝手に今作ってますけども。要するに、そういう方々って、人の影響を受けやすいわけじゃないですか。そうです。ですよね。ということは、誰と一緒にいるかってすごい大事だったりするわけですすよごいね。大事です。すごい大事なんですよね、これ。すごいだだ。から皆さんも本当にぜひ、僕、知ってほしいなって思うのは、自分がどういうその色がついているのかっていうことを知ることによって、人の影響を受けやすい人なのか、人の影響を受けにくい人なのかっていうところが結構わかるわけですよね、これ。わかりますね。はい。で、僕、結構過去に人に結構依存しやすいタイプだったので やっぱり一緒の影響を受けちゃうんですよね。これ受けやすいタイプだってことを知らなかったんで だからやっぱりその誰と一緒にいるかって大事だって世の中でよく言われてるね。こう自己啓発の世界とかでよく言われてますけども、その自分がどういうタイプかによって、その影響を受けやすいのか受けにくいのかってことを知ってるだけで、これやっぱりその人生の中でも受けやすい人たちっていうのは、やっぱり誰と一緒にいるかがすごく大事になってくるわけですね。大事ですね。例えば、カズタマではご縁番っていう、その自分ご との縁ご縁が番分がかるご縁ね。番っていうのを見れるっていう、要するにこの今世で何のためにこの人と会ってるんだっていうのが分かるその番があるわけですよね。こういうものを見ていくと、要するにこの人は、この仕事においての、その収入の拡大の情報を教えてくれるためにやってきてるとか、そういう情報がご縁盤で分かるんですけども、もうご縁番は素晴らしいですよね。ご縁盤ちょっ とね。やばいですね、あれはと、でいすや、あれはやばいアですキさね。ん絶賛してますもんもうね。絶賛いや、でそすうよ、ですよ、ご縁番。ご縁盤はですね、ちょっと、まずいんですよね、あれね。まずい。まずいやつ面白すぎて。ちょっまとずいまやずつ。いんですよね。ちょっと悪用しようと思えば、例えば、恋愛ね、あの人は私のことが好きなのかっていうのが分かっちゃうんですよね。そうなんでああ、そう言ってますね。す。で、ちょっと悪用しようと思えば悪用できちゃうんで、恐ろしいちょっと番なので、たね、だ、ご縁まあ、別に番。そういうふうに使うわけではないので、まあ、基本的には何のために会ってるかってことを知る一つの、番なんですけども、まあ、ねえ、そう知らいうないもの方を、も多いんじゃないですか、ご縁番。ご縁番って。知らない方知らもな多いいかもしれない方ですもね。多いんじゃないですかね。
そうですね。知らない方はぜひ知っていってほしいなと思いますけど ね、自分から見て相手がどういう関係で出会ってるかとかですよそうね。ですで、ね。相手から見たらどうなのかとか、それが生まれた時の名前でわかるんですよね。そうですね。まあ、生まれた時の名前、自分が生まれた時の名前と、その誕生日から見ていくんですけども、その両方がね、必要ってことですよね。そうですね。はい。そうすると、出会った人の名前を入れると、あ、この人とはこういうご縁で出会ってんだよっていうのが、81個の数字の中のどれかに入ってくるんですよね。その入ってる場所によって、ああ、この人こういう意味だなっていうことが分かったっていうのが、見て取れるんですけどこれも。他にないですよね、ご縁番ね。ないで他すのね。システムにはね、なんかパートナーシップとかにはないとこですよそうですね。だから、で、これって何がすごいかっていうと、この引き寄せの論理っていうのを可視化してるんですよね。要するに、自分っていうものは、やっぱり周りの人たちっていうのを引き寄せてる存在なわけですよ。自分の意識とか、自分の行動パターンによって、どういう人がやってくるかっていうものを引き寄せてるんですけども、それが、これ5年版見ていくと、似たような人たちが入ってくるんですよ。同じような場所に似たような人たちがそばにいることに気づくんですよ。そのテーマが、例えば仕事っていうテーマでやってきてたりとかっていう形で、5年版の数字が似たような数字がこう入ってくるんですけども、だからこう自分が、例えばこう仕事、ビジネスっていうものに対しての意識が強い人たちっていうのは、そういう人たちが周りにやってくるってことなんですよね。そうですね。だから、ある種本当に引き寄せの法則を可視化してるんですよ。自分がどういう意識でいるっていうことが、それを見て分かってしまうんですよね。だからで、あれですまあ、よね、やっぱり自分の、やっぱり自分通りに生きてると、本当に自分に必要な人を引き寄せますよね。そうですね。これはヒューマンデザインでもそう言います。あ、やっぱりそうですか。自分らしく生きてると、自分に必要な人、自分に必要な出来事を引き寄せる。そうですね。一緒ですよね、そこはね。一緒ですね。だから、例えば5連番を見たいっていう方の中で、恋愛パートナーを見つけたいからちょっと見てほしいっていう方もやっぱりいらっしゃるんですけども、すごく大事なポイントがあって、和珠はやっぱ自分がどういう人生で生まれてきているかが分かる鑑定術なんですけども、自分の本質に沿って生きている方々には、ちゃんとぴったりのパートナーとか、例えば恋愛パートナーになりそうな人っていうのが現れるんですよ。で、それがやっぱり何ですかね、その恋愛パートナーもそうなんですけど、僕はよくキーマンっていう言い方をしてますけども、自分のキーになるような人たちっていうのが、身近にもやってくるし、なんていうんですかな、本当に魅力的なパートナーがやってくるんですよね。やっぱり自分が自分の本質に沿った言い方ができてない人には、要するに魅力的なパートナーはやってこないんですよ。ですよね。はい。だから、よく本当にわかる。恋愛相談に来られる方の、もう大半に僕言ってるんですけども、まず自分の人生をちゃんと生きてるかどうかってことですね。与えられた人生。これは自分がこう選んで生まれてきた人生ですから、その人生を生きていない人が、その状態でパートナーを探そうとしても、これはですね、はっきり言って、ちょっと言い方悪いかもしれないですけど、ろくな人しか出会わないようになってるってことなんいですや、よ。もう本当に同じです。ヒューマンデザインの、パートナーシップでも同じです。本当そうですよね。だいから、くらなんか白馬の王子様とか思ってても、やっぱり自分が自分らしく生きてないと、そうです向こうよはね。絶対白馬乗ってないですよね。はい。いや、そうなんですよ。そうなんですよ。結局、自分を見てないってことなんですよね、これね。やっぱり自分を見ないで、周りのに来る人たちが、いい人がいない、いい人がいないってこう言ってるんだけども、それは自分自身が、まあ、いい人になれていないというか 魅力ある人になれていないというか、本質を生きれてない。それが、要するに映し鏡に現れてるだけなんですよね。鏡ですよ鏡ね。です。本当に鏡なんです、これこそ、本当本当にに。はい。だから、いい人に出会えますかとか、こういう質問がよくあるんですけども、いい人に出会えるかどうかは、自分の生き方をしていれば、必然的に現れてきます。いいかどうかの人生。そうです。すごく象徴的な、実は、出来事があ
ありまして、僕がまだその鑑定士を始めた頃だったんですけども、はい、ある女性の方がこう鑑定に来られたんですね。うん、でその方は占い師になりたいというお話をしてて、はい、でちょっと言ったら悪いんですけども、見た目もちょっと冴えない感じだったわけですよね。うん、でもちょっと失礼な言い方をするとですね。うん、で、まあ、ただその方はその占い師をやりたいっていう生き方自身が自分の生き方に合ってたんですよ、それが。うん、ですごく本質的な生き方だから、絶対やった方がいいですよって話をして、うん、そして1年後にですね、その方とあるイベントで出会ったんですよ。うん、その方は占い師になってて、うん、でその会場内で占いをやってたんですけども、うん、ぱったり出会った時に僕ちょっと驚いちゃったんです。うん、なぜかというとその方がとてつもなく魅力的になってたんですよ。あ、自分らしくなってたんです。いや本当なの、これびっくりしたんです僕本当に。うん、あれこんなに綺麗だったっけなっていうぐらい、うん、あの多分見た目はそんなに変わってないと思うんですけども、うん、こう内面からにじみ出るその、うん、その人本来の美しさっていうんですかね、うん、本人が持っている輝きというんですかね、要するに輝いてるってやつですね、いわゆる、うん、輝いてる状態だったわけですよ。うん、でそれを見た時に僕思ったんです。あ、そっか、人っていうのは自分の本来の生き方をするとこうやって魅力的になるんだって。そしてなんだかんだ僕は最初に出会った時はちょっと冴えないかなと思ってたのが、その方に本質的に輝いているその人になった時にちょっと素敵だなと思っちゃったんですよ。うんうんうん、これが要するにあの自分の本来の生き方をしている人たちにはちゃんとそれに合う人たちとかそれに惹かれる人たちがやってくるっていうことがこう働いてるんだなって思ったんですよね。これ本来で生きてるかどうかは西さん見たらわかるんですか？わかります。ああ、なんか私の時も昭恵さんは生きてますよねっていうとおっしゃったでしょ。はい、そうですね、はい、それはどういうふうに分かるんですか？答え合わせしたら分かるんですか？あ、そうですね、うん、やっぱり本質で生きてるか数多も全部数字で出てくるので、うんうん、その自分の持っている数字の通りに生きてるかとか、うん、そのある種その成功の法則っていうのがあるんですけど、その自分がこうすればうまくいっていく法則にちゃんと乗った生き方ができてるかっていう人たちには、うんうん、やっぱりその本来の魅力ができてる状況っていうのは分かります。うん、はい、うん、でやっぱりそういう人たちはあの流れもすごく早いですし、うん、人生のその何て言うんですかね、やっぱり波に乗ってるというか、うん、次から次へと次に何をやりたいかっていうのも現れてますし、うん、まあ、その本質的な生き方をしてるので、まあ、やっぱりすごく魅力的ですよね、正直言うと、うん、はい、旗から見てても、うんうん、でやっぱりパッと初対面で会った時に大体わかるんですけども、あ、わかるんですか、この人は多分本質に沿って生きてるな、あ、この人は生きてないなっていうのは、なんとなくもうあのファーストインプレッションで大体わかります。やっぱり白いとこ多いから余計わかるんですよね。あ、そうなのかもしれない、ね、それはあります。あの白いとこ多い人はわかります。あ、なるほど、うん、やっぱりあれですか、こう人の影響っていうのを取り込んで判断するってことですね、はい、要するに、あの、はい、この人がいい人が悪い人かとかが割とわかると思います。なるほど、うんうん、そのまんま相手が鏡ですからね。なるほど、なるほど、はい、ちょっとこれあの、ね、ヒューマンデザイン分かんない方にご説明すると、この ブランクっていうね、うん、あの要するに色がついてない状況の多い僕は、うん、人の影響を受けやすいっていう先ほど話したと思うんですけど、うんうんうん、それは逆に言うと裏を返すと人の波動を感じ取りやすいっていう感じですね。そうです、そうです、そうです。なんかそういう感じのセレクトしやすいですよねっていうことですよね。はい、うん、だからこう判断しやすいっていうところもあるのかもしれないですね。そうですね、はい、なんかそういうところがですね、なんかこうやっぱり自分の生き方をする、本質的な生き方をするってすごく大事なことだなと思うのは、うんうん、あのそういった経験のからちょっと僕はこうその必要性っていうのをお伝えはしてるんですけども、うん、だからいい人現れますかっていう言葉だけだと、うん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 、いやその前にあなたはじゃあ本来に自分が今世にここで生まれてくるその人生のテーマというか、うんうん、自分の与えられたこの本質に沿った生き方ができてますかっていう話が先で、うんうん、できているんであれば多分いい人現れますかって質問は来ないと思うんですよ。来ないですよね。来ないです、本当。だからやっぱりここがすごく大事だっていうことが、うん、これ多
多分秋江さんと僕本当に合致してますよね。そこ合致しましたね。はい、そこ合致しましたね。やっぱここが大事ですよね、はい、って話で、うん、もう自分らしく生きるしかない。そう、自分らしく生きるしかないという今回のテーマに気づいたら乗っかってたっていうやつですね。だからこうメッセージというか、ある種なんかそこを知らないで、なんだろうな、まあ要するに相手を探すとかっていうことがあまり意味のない行為だっていうことをちょっと知ってほしいなと思ったのが、実はまあね、今日まあね、話す内容としては用意してないんですけど今出てきたので。そうなんですよね。なんかヒューマンデザインではそれをまあ、自分の意思決定のポイントというのが一人ずつありまして、ね、私とか西井さんだと前のめりになるとか、ミキさんだったら宣言をするとか、はい、そういう人によって違うんですけど、なんかそれが一番大事なんですよ。だからいくらヒューマンデザインを見て、あの人と私と相性がいいからじゃあ一緒に付き合いましょうなんていうマインドで決めても絶対うまくいかないんですよね。うんうん、いくらチャートで見て相性が良くても、うんうん、やっぱり自分のか体が本当に前のめりになるかとか、うんうん、そっちの一番大事なポイントで決めないとやっぱり絶対うまくいかないんですよね。なんかそこはやっぱりカズタマと似てるなと思いました。あ、そうですね。いくらご縁盤ですごく良くても、あ、そうですね、うん、はい、やっぱり自分の志に合わない人とはうまくいかないじゃないですか。あ、そうですね。まあ、ちょっといろいろありましたもんね。いろいろありました。ありました。ありましたから。はい。いろいろありました。はい。だから逆にうまくいく人を見てると、あ、私はこれをしたいんだなっていうのがよくわかりました。あ、そうですね。私の志はここなんだなみたいなのが。そうですね。なんかこう、あっけんさんの場合、やっぱりこう、うん、目指してるものっていうものがはっきり、はい、してるじゃないですか。はいはいはい、そうです。だからやっぱりその道に合う人っていうのがやってくるはずなんで、うんうんうん、だからなんていうんですかね、その志に合わないと、うん、多分単純にこう、例えば本当ご縁番じゃないけれども、うんうん、この人は自分のことを好いてくれるっていうのが分かって、うんうん、あ、じゃあ行ってもいけそうだなって言ったとしても、うんうんうん、それはそれで多分そのあ、いい人だなとか、なんかいい感じだなってなるかもしれないけども、うんうんうん、志が合わないといずれは離れるような現実が訪れるってことが、はい、いや、ここは深いですよね。言えると思うんですよ、これは、うんうんうん、だからなんていうんですかね、やっぱりそのただ好きだ嫌いだのところだけを見て物事を見るんじゃなくて、うんうん、さっき言ったように物事の両面ですよね、やっぱり、うん、陰陽じゃないけども見えてる部分とこう見えない部分、うん、それ見えない部分っていうのはこの自分が生まれてくるために、うん、生まれてきた時に、まあ、与えられたものとか、うん、自分が選んできた、うんうんうん、人生のテーマということですね、うん、ここをちゃんと見ないで物事を選別してもこれダメなんだよと。いや、そうなんですよ、わかります。そこはそれをね、うん、今日は本当に皆さんに知ってほしいなとね。そうですよね。思うわけですよね。例えば目に見えるのが会社を例えば不合格になるとか、はいはい、それでもそれが実は良かったりしますもんね。そうですね。で、目先のこれだけで、よくあるんですよ、ヒューマンデザインでも、うんうん、なんか前のめりになったから就職試験行ったのに落ちたから、はいはい、もうヒューマンデザイン信じないとかいう人いるんですよ。あ、これすごい残念でしょ。そうですね。そこを落ち、その就職を落ちるという経験をさせるために前のめりに遺伝子レベルでさせた、はい、ということなんですよね。本当ですよね。そこがなんかカズタマの話聞いたときに一緒だなと思いました。いや、本当そう思いますね。うまくいかないときはうまくいかないからいいんだっていう。はいはい、いや、うん、本当にそうで、うん、なんかこう失敗も一つの頃経験に過ぎないので、うんうんうん、やっぱりその失敗の経験があったからこそ、うん、これがやってきてるっていう事実が後で分かったときに、うんうん、その失敗のおかげでに変わるんですよね。あ、本当ですね。はい、例えば有名人で言ったら、うん、大泉洋さんいるじゃないですか。あ、はいはいはい、大泉洋さんって2回大学落ちてるんですよね。あ、そうですか。はい、で確か、うん、なんか国立かなんかの大学受けてダメで、うんうん、それでその入った大学でチームナックスのメンバーに出会うっていうことが起きてるんです、うんうんうん、そして一躍有名になるっていうね、流れが出てきて、
これやっぱ失敗経験ね、大学要するに高いレベルの大学落ちたからこそそこに出会ってるわけです、うん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 、やっぱこの経験がないとそこにはたどり着けなかったってことを言うと、じゃあ逆に言うと落ちてよかったなんですよね、よかったですよね、はい、やっぱりこの経験があったおかげでに変わるんですよ、うん、本当ですね、だからそのどうしてもその世の中で何か問題が起きて困ってるとか、うん、失敗して途方に暮れるとか、うん、こういう現象が起きた時にみんな大体まあこう悩むんですよね、それは悩みます、うん、僕だって悩みますやっぱり、うんうん、でも人生はこの先にその答えがちゃんと分かるようになってるから、うんうんうん、そのおかげでこれ絶対うまくいくようになってるからって僕はいつも言ってるんですね、自分の口、ね、本当ですよね、絶対にうまくいくようになってるから大丈夫だって、それは何か分かりませんよ、それは、うん、僕も分かんないですけども、うん、でもその先に進むと必ずその答えがやってくるんですよ、うん、ああということはあそこでは失敗したのってこういう意味だったんだなっていうのを分かった時に、うん、それが一つのあ経験だったんだって分かることは、ね、これ大事であって、うん、だからそのつまずいてる時のことをくよくよするんじゃなくて、あこれは絶対に自分自身がこの先に進んでいったらきっとより良い人生だってことが分かるようになってるから、うん、そのことが起きてるっていうふうに受け止められたら、うん、やっぱり物事って、やっぱりね、人生っていうのは、まあ、ちゃんとこう生まれてきたテーマに沿って動いてるんだなって、なんか僕はそういうふうに捉えてるんですよね、うんうん、やっぱそこに風玉があると、うん、納得しますよね、そうですね、はい、なんか私は軌道修正が必要なタイプっておっしゃっていただいて、はい、で本当にうまくいかなくなる時があるんですよね、でうまくいかなくなって悩んで悩んで落ち込んだ時の後がすごいうまくいくんですよね、はい、あなるほど、ちょうど西さんに会った時もそうでした、あなるほど、もう一番なんか落ちてましたね、また軌道修正の時だからなんですよって言われて、あなるほどっていう、そうですね、カズタムや数字でその月にこういうことが起きるよとか、例えば、まあ、計算だったら本当に軌道修正のタイミングだったっていうことがあって、うんまあ、これが起きるって分かってるから、うんまあ、要するに自分は変わっていけばいいんだなっていうふうに分かるんです、うんうん、あちなみにですね僕今月、うんはい、本当に数字が 5が3つ並んでる月なんですけども、1月もう本当に運命的になんか人生軌道修正していくっていうタイミングなんですよ。あ、五がそうなんですか。そうなんです。五が三つ揃ってないんですよ。これ。カズタムやってる人でも分かると思うんですけど。はいはい。五が三つってないんですか。ないですね。まず五っていう数字がその一つの現象に起きるっていうのが、五年に一回か二回しか出てこないんですよ。それが要するにこの行動パターンでも五が二つ並んで全部五が三つ並ぶっていうのは、うんうん、僕も自分で言うのもなんだけど。自分の人生の中にも今まで一回あったかないかって感じなんですよ、それが1月に そう今なんですね、わーすごいこれがそうじゃないですか、ね、運命のあきみさんとこうお話しさせていただいて、運命が動き出したんじゃないですか、ね、そうですね、これが一つの運命の始まりかもしれない運命の始まりそうですね、なんとなく私もなんか1月軌道修正だったような、あ本当ですか、うん、なんかじゃあお互い揃ってるかもしれないですね、うんうん、本当にね、ミキさんどうなんでしょうね、私何でしたっけね私何だったかな始まりかなんかそんなのか、ね、あそうだ 始めるとかそういう感じだもん、ね、そうだそうだ、なんで合ってる、あ本当に、ね、ミキさんのコアフォースも知らない方多いんじゃないですか、そうですね、ちょっとどんなものか、そんなものか、まあ、西さんが、西さんが創始者なんで、私の方が説明がおかしいです。これはちょっとどうなんでしょうかね。説明しましょうか。はい、お願いします。私もうダメです。しどろもどろになる。クワフォースっていうのは、まあ、本当に人生のその、いわゆるその潜在意識ですよね。皆さん意識というものを考えたときに、99% は潜在意識で 1% が顕在意識といういわゆる自分の思考ですよね。思考を考えていることが 1% で残りは潜在意識で出来上がっているってことは聞いたことはありましょうかね。はいはい、あります、はい、ありますかね。はい、このやっぱり潜在意識っていうものが要するに意識の 99% を占めているっていうところが現実を作ってる部分なんですよね。
だからこの潜在意識にはやっぱりこう生まれた時もそうなんですけども、うん、もっと言うとこの生まれる前もそうですね、生まれる前からの、うんうん、カルマとかそういう課題とかですね、うんうん、そういったものの情報が全部ここの潜在意識に入ってるんですけども、うん、自分の現実に起きていることっていうものがなんでこういうことが起きているのかって思った時に、うん、その意味が、意味をこうダイレクトに見つけて、うん、見つけるのがこのコアフォースの手法なんですよ、うん、なんかこういわゆる対抗睡眠的なちょっとニュアンスに聞こえるんですけども、うん、まあ、もっとシンプルにダイレクトに瞬間的にこう見つけて、うん、でその例えばそのトラウマがあるとしたらそのトラウマを、うん、解放する、さっきあの昭恵さんがね、そのご家族のことでちょっと苦しい苦しいっていうものが、うん、おそらく多分あるなんか生まれる前かなんかを見たんですよね。そうです、前世で殺されてました。あ、そうです、殺されてました。これはだからなんでその家族を見ると苦しくなるのかっていう原因が生まれる前のいわゆる昔ですよね、生まれる前の過去性に自分が殺されたっていう過去があるから、うん、会うとどうしても苦しくなっちゃう、うん、それを知るわけですよ、うん、ああ私殺されたんだって、ね、はい、そう、そう、多分 もっと言うとなんで殺されたっていうところまで多分分かったと思うんですけども、あ、分かりました分かりました、はい、それが分かると、はい、一気にその意味が分かるから、あ、分かる、なんか好きすぎて殺されたらしいです、はい、そうそうということは、例えばの話なんですけど、苦しさっていうものを感じたときに、うん、この苦しさが何か、うん、何か分からないから辛いわけじゃないですか、実際に。はいはいはい。はい、なんだけども、本来、すごく自分のことを愛してくれて、愛してるがゆえに、うん、まあ、それの状況がどういう状況か分かんないですけども、うん、それ殺されるっていうような状況があって、うん、要するに、今の今世の家族関係としても、すごくいい人だってお話をしましたけども、うん、いい人なんだけど、苦しくなってしまう理由が分かったから、こう自分で腑に落ちたから、そうです。だからそこがすっきりして、要するに楽になった。うん、楽になる。まあ、こういったことがこう瞬間的にできてしまうというメソッドなんですね。うんうん、すごいですよね、うん、そうですね、最近ちょっとですね、うん、あの今日もちょっとやってたんですけど、セッションやってたんですけど、うんうんうん、なんか最近ちょっとすごいところに僕たどり着いてきて何か言って相手に乗り移っちゃうっていうことができました。乗り移っちゃう、なんだ、乗り移るっていうのは表現がどう正しいかどうかって分かんないですよ、うんうん、例えばですよ、うん、さっきのお話、昭恵さんのお話だったら、そのご家族が愛しすぎて殺すっていうことを言ってたんですけど、こういう状況が分かってればいいんですけども、はい、例えばただ殺すしか分かってなかった時に、なんで殺したのかっていうのを相手にこう乗り移るじゃないけど、相手の感情に入っていくんですよ。ああ、なるほど。そうするとその人の気持ちが出てくるんですよ、自分の中で。そうなんだ。はい。そうすると、あ、服が白い、こういう感じだったんだっていう、なんか愛しすぎてっていうか、もう私、あ、私ってこう言ってるけども私乗り移ってるの、今乗り移ってるんですけど、例えばなんですよ、もっと私っていう感じですね、要するに、あ、もう好きでたまらないって、でも誰かの手にするには絶対にもう許せないみたいな、うんうんうん、誰かの手に渡るのだけは絶対に許せない、うんうん、もう好きすぎて、うん、もうえいみたいなね、うん、なんかその感じが分かったらそれを伝えるんです、うん、相手に、はい、そうすると、うん、もうね、ストーンと落ちるんですよ、うん、皆さん、あ、落ちるんです、本当に腑に落ちるんですよね、もうほぼ 99% ぐらいの確率ですごい、うん、皆さん、あ、だからかっていう感じになるんです、うん、これがね、うん、最近できるようになってきたんですよねまた新たな進化してます、そうなんです、だから、まあ、ちょっとね、なんでできるかはちょっとまだ探求してないんですけども、うん、なんか、まあ、とにかく、まあ、そういうメソッドですね、はい、ちょっと説明になってるかどうかわからないですけど、うん、具体的に話した方がちょっとわかりやすいかな、あ、はいはい、それをね、ミキさんが今ね、はい、されてる、これはね、もうミキさん、うん、本当に抜群の能力でですね使いこなしているのでミキさんすごいのは、亡くなった方のね、
それこそ声を聞くのが得意なんですよね。亡くなった方とつながるとね、すごいですよね。亡くなった方とつながるのが本当に得意で、うん、これはね、もう本当に僕もちょっと尊敬してるんですけど、あ、そうですか、ありがとうございます皆さん絶賛ですよね、そこに関して。亡くなった人、そうなんですよね。なんで不思議ですよね、亡くなった人が。皆さん喜ばれてますよね、亡くなった方とつながって。そうですね。ね、幼い時に亡くなったお父さんとかね、はいはい、とつながって感動してる人もいましたね。はい、あと、あの動物とかね。動物とか、そうですね。素晴らしい能力ですよ。結構その亡くなった方とつながるって、いたこみたいな感じですよね、どっちかってね。いたこ。はい、でもあの結構その例えばこう亡くなったお父さんとかお母さんにどうしてもあのこと伝えられないで、悔やんでる方とかいるじゃないですか、うん、そういう方々がその伝えたいのに伝えられなかったっていう後悔をしている人たちにそのお母さんとつながって、そのお母さんの声を届けてあげる、その思っている方に伝えてあげることで、その後悔がなくなるっていうことができるのがこのメソッドの本当に素晴らしいところかなって僕は思ってるんですけども、本当ですね。結局こうなくなるってことによってこうもう話せないというね、そういった後悔を抱えてる方って世の中に結構たくさんいるんじゃないかなと思うんですけども、そういった人たちのこう心を軽くしてあげられることができるっていうのはなんかこう、あ、僕はこのメソッドが降りてきてるんですけども、降りてきたこう、なんか一つの、理由なのかなって思ったりもするんですよね。すごいですよね。これも西井さんに降りてきたメソッドですよね。そうなんです。あ、そう、それがですね、カズタマでいうところの転換期っていうのがあるんですけども、はいはい、ね、人生には転換期っていうものがありまして、その転換期っていうのは自分の人生がこうガラッと変わるような環境が変わったりとか、何か自分の人生を軌道修正していかなきゃいけない転換期とか、なんか、まあ、例えば分かりやすく言うと結婚とか離婚とか転職とか、まあ、こういったものですよね。こういったものがいわゆる転換期っていう、その転換期の何か新しい転換期が始まるっていうタイミングに降りてきたんですよ。だからある種僕にとっての転換期だったんですね、これは。このメソッドが降りてくるっていうのは、僕ずっとカズタマを知ってるから何が起きるんだろうってずっと思ってたんですけども、こう蓋を開けてみるとこのコアフォーズが降りてきたっていうことが降りてきてるんで、それはちょっと驚きでしたね。転換期ってやっぱりあの人生に何回かあるんですよね。そうですね、あの大体そのカズタマ5年周期で物事が動いていくので、5年間のうちに、まあ、大体3つ大きな転換期に分かれるんですけども、まあその大転換期と言われてるですね、本当人生ガラッと変わっちゃうような、ね、大転換期だったりとか、あとはその今みたいな環境が変わる環境変化の2年周期の転換期とか、あと単年度 の将来の展望が分かる転換期みたいな、大体3つに分かれるんですけども、これが、まあ、誰の人生でもやっぱり起きるようになってるんですよね。やっぱそこを知っとくだけで、あ、ここで何か起きるぞっていうタイミングが分かってるんで、ですよね、ね、はい、準備ができるわけですよね、これがね。いると知らないじゃ大違いですよね。そうですね、ここはやっぱり本当に僕は、すごくこの鑑定術を知っててよかった部分かなと思うんですけども、特にあのこう知ってほしいのは、仕事を辞めたいっていう方々が最近非常に多くてですね、ですよね、はい、でもやっぱりいつ辞めるべきかっていうタイミングがあるんですよね、実際みんな、タイミングを間違えると辞めてまた再就職してもまた辞めちゃうみたいなことが起きるわけですよ、だからやっぱりそのできればそのこの転換期のタイミングで辞めた方がいいですよっていう話をできるだけ僕はするようにしてるんですよね、なんかちょっとそういった指針にもこう使えるという感じはやっぱりありますね、あのヒューマンデザインでもその一旦仕事を辞めてから次に行った方がいい人とダブってた方がいい人とあるんですよ、だから西さんはあの一旦全部捨ててしまって次に行く方がいいタイプ、ね、あ、そうですよね、これあの 恋愛もそうなんですけど、あのもう一旦前の人と切れないと次が見つからないタイプなんですよ、
で、私とかは逆で、切っちゃうと次より使わないんですよ。あ、そうなんですか。そういうのもヒューマンデザインで分かるんです。パターンもあるんですね。あるんですよ。だからそういう私みたいなタイプは仕事を辞めないで、前の仕事をやりながら次を探してうまくいったら乗り換える。なるほどなるほど。というやり方でないと私なんかはダメなんですよ。なるほど。これ、明恵さん逆に言うと、うん、転職が副業から始めた方がいい人と、うん、そうですそうですそうです。副業やんない方がいい人がちゃんといるってことですよね。うん、これ西さんはもうパッと切れてリスクを負ってでも次に来ましたでしょ。あれはねものすごい合ってます、ヒューマンデザイン的に。そんなの分かってなかったんですけどね。分かってなかったんですか。ってことはこれでも分かってたらもっと楽でしたよね僕は。はい、あもう絶対切ってくださいって私言ったと思います。切ってください。だから本当に今日なんかこのね、カズタマとかヒューマンデザインとか、うん、このことを自分っていうものはこういう人生なんだってことを知ってるだけで、全然違う。あの時あんな躊躇しなくてもよかったとか、うんうんうん、あ思い切って行った方がよかったんだなっていうことが、うんうんうん、結果的には僕その思い切って会社を辞めたタイプなんですけども、うん、はいはい、あでも明恵さんだからあれなんですよ、それこそそのヒューマンデザイン僕は全てを手放す方がうまくいくタイプじゃないですか。そう、なんかメルマが読んだ時にうわやっぱり西さんらしいと思ってでもこれ私だったらダメだよなと思ってあそういうことですね。でこれ僕その手放した翌月にこのカズタマに出会ってますからね。ね、それはもうまさにヒューマンデザイン通りですよ、ね、やっぱりそう考えるとこう、うん、ちゃんとこの自分の法則に沿って動いたからこそ、うんうん、こういうものがこう出会えるようになってるというか、ね、そうですそうです、うん、まあ、それがなんかこうちゃんと法則通りに動いてたってことですよね、うん、そうですね。やっぱこういうこともやっぱ知るのと知らないのでは大違いですからね。大違いですよね。楽ですよね、うんうんうん、やっぱりその自分の、うん、やっぱり法則生まれてきた意味とかそういうことをちゃんと知っておくっていうことがすごく大事なのかなって思いますよね、うんうんうん、そうですよ。はい、ねえ、どうですか今1時間ぐらいなんですけど、どうしましょう、皆さんに上がっていただくようですか。ちょっとどうぞどうぞ。すみません勝手に僕だけ。あ、いえいえ、いや最初はでもそういうそれぞれのお話がいいかなと思ったんですよね。はい、どうぞお話したい方、うん、もしご質問とかね、はい、あります、ある方は上に上がってきていただいて、今日はね、カズタマとの西さんとそのコアフォースのミキさんと、で私ヒューマンデザインというのヒューマンデザインと、あと今 BG5 っていうんですけど、ヒューマンデザインのビジネスとキャリアに特化したものなんですけどね、それの資格も取れたので、うん、はい、でさっきの辞めた方がいいとか辞めない方がいいとかっていうのもそっちの BG5 の情報なんですよね。なるほど、はい、そういうのをやってます。でちょうど上のリンク、ピンドリンクっていうリンクにですね、ちょっとさっき急いで作った一応3人のスペシャルコラボのメニューを入れております。あ、はい、そうですね、はい、今回はね、はい、はい、こういうのもありますしね、よかったら上に上がってきていただいて質問とかあればしていただけたらと思います。はい、よろしければ、ズームの方はチャットにでも書いていただくと私代わりに読みますので、はい、ぜひぜひ。何人ぐらい今いるんですか、ズームがですね。20人ぐらいですかね。すごいですね。はい、20人ぐらいいらっしゃいますね。いや本当にありがたいですね、うんうん、本当にね、はい、西さんの関係の方が多いんじゃないですか、ズームは。あ、そうなんですか。あ、ちょっと分かんないんですけど、お名前がわ、からないので、今ごめんなさいね、今全く見えてないので、あ、ズーム見、あ、そうですね、クラブハウスから見えないですけどね。どうぞよかったらご質問とかね、はい、何かご質問ある方はぜひ、質問とか手を挙げていただいて、はい、下の手のマークを押していただくと上に上がってくることができますので、はい、手のマークを、はい、して、はい、ぜひ上がっていただければなと思います、ね、それか紙飛行機のマークがありますけども、ここを、はい、でメッセージを送っていただいてもいいですね。メッセージ送っていただいても大丈夫ですね、うん、大丈夫ですね。いや本当に、うん、これから毎週土曜日のこの時間にちょっと3週続けてやろうかと思ってるんですよね。そうですね、うん、でちょっとテーマをねまた考えてもいいんですけど、はい、どうでしょうね、皆さんの聞きたいこととか、はい、こういうことを聞きたいとかがあったら伺いたいですね。
そうですね。うんうんうん。どうですか？さっきね、手上がってたんですけどね、最初の頃。手上がってた方がいらっしゃらない。どうぞ、何かご質問ないですか？ズームでね、お一人を手を挙げてくださってるんですね。はい、あ、じゃあ、ズームの方、マイクをオンにしてお話ししていただいても大丈夫ですか？あ、チャットでありました。ヒューマンデザインについてお聞きしたいのですが、はいはい、年齢とか時期で変わるということはないのでしょうか？という、質問がありました。はい、年齢とか時期でズームヒューマンデザインについて年齢とか時期で変わるということはないのでしょうか。ヒューマンデザインはですね、その人の取扱説明書なんですよね。だからさっきも言いましたけど、ストラテジーという自分の意思決定のポイント、だから自分の体の中になんか AI がいると私はよく言うんですけど、スペシャル AI が、でその AI がですね、一人一人違うんですね。でそれでこの問題どうしたらいいって聞くと、それについて体のサインを出してくれたりするんですね。でそれに沿って生きていくと、もう自分の遺伝子レベルで決めていた方向に行けるんですよね。でそれが頭で考えてることとは全く違うことが多いんです。だからまあ年齢とともに変わるというよりか、まあ遺伝子レベルで自分の望む方向に行く方法ということですかね。それで答えになってますでしょうかね、今質問をしていただいた方。大丈夫でしょうか。手を挙げてくださってる Zoom で iPad2 さん、はい、っていう方がいらっしゃるの。これ、ミュート外してご質問していただいて結構ですよ。はい。あ、どうぞどうぞ。こんにちは。聞こえます。はい、大丈夫です。お願いします。クラブハウスにも聞こえておりますか？大丈夫ですか？はい、聞こえます。聞こえますね。どうぞ、はい、ご質問どうぞ。あ、私でいいんですよね。そうですよ。手を挙げてくださってる iPad2 さん。はい。はい。カズタマのことちょっと伺いますけど、はい。カタカムナの世界の言霊とかカズタマとか、あちらのこと、あちらとつながってるんですか？そうですね、まあ、これ一応その名前とですね、誕生日っていうものを全部こう数字に置き換えてですね、この一つの自分自身の生まれてきたこう設計図、これは逆に言うとですね、自分が生まれる時に選んできた人生って僕は言うようにしてるんですけども、そういった設計図を出すことができるんですよね。これっていうのは例えば、こう普遍的なものなんですよ。変わらないものなんですね。生まれてきた設計図では変わらなくて、この何年の何月になったらこういうことが起きるよってことが全部ここに細かくこう数字で書かれてるんですよ。そういったその設計図のテーマに沿って生きることが自分自身のなんていうんですかね、本質的な生き方につながっていくっていうような、そういったものが見れる、設計図というのをお伝えをさせていただいてますね。はい、ありがとうございます。はい、名前っていうのは下の名前ですか？はい、名前っていうのは、フルネームなんですけども、まず例えば女性の方でしたらこう結婚して名前が変わったりとか、あと例えば、お仕事柄によってはその源氏名を名乗ったりとかそういうこともありますよね。この時に、まずその自分の人生を作ってる名前っていうのは生まれた時の名前なんですよ。だからその女性で、もう結婚されている方の場合は逆にこう旧姓ですね、旧姓、生まれてきた時の旧姓の名前、その名前と誕生日っていうのが自分が要するに選んで生まれてきた名前と誕生日になるんです。だからこれが人生を作っていくんですね。それはひらがなで見るか、はい、そうです。カズタマで一部ですね、該当漢字というのがありまして、その漢字が当てはまっている時はこの漢字の数字っていうものがあるんですけれども、それ以外は基本的には全部ひらがなで見ていきます。カタカムナの文字の意味とか、はい、そっちとは全然関係ないんですか？関係ないですね、はい。これは僕この、仕組みを作ったのは大和真奈先生っていう先生がいらっしゃるんですけども、その方が、魔法陣という仕組みを、まあ、分解してですね、
その人生の履歴を導き出す手法という形で作り上げたものなので、カタカムナとはちょっとあの考え方は違うと思いますね。あ、カタカムナでカズタマ、コトダマありますけど、それとはまた全然別なものなんですね、はい、もう全然違うと思っていただいた方がいいと思います。あ、例えばカタカナの名前の外国名の人はどうなるんですか、はい、あ、外国名の場合はですね、英語で生まれている方々、例えば、アメリカ人とかそうですよね、英語で生まれている方々というのはそのローマ字表記で入れていくんですよ。ローマ字表記にも数字に変換できるっていうものができるので、ただ例えば、中国人の方とか韓国人の方みたく、その母音子音があるですね、国の場合は音読みで読んでいくんですね。だから、キムさんとかだったらキムっていう形でこう入れていくんですね。はあ。だからその国によって違いますね。ああ、そうなんですね。はい、そうなんですよ。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あれ、名前といえばですね、私の秋の絵をめぐみに変えたんですけどね。はい、ああ、そうですね。はい、これね、あの、西さんの言っていただいて、私、名前を秋江のめぐみに。この変えた、ね、あのクラブハウスがですね、1回しか名前変えれないので、これ秋江の恵みに変えれないんですけどね。あ、なるほど。残念なんですけど、恵みに変えるとね、どうもなんかカリスマになるっていう、あ、そうですね、ことでしたよね、私ね。そうですね、あの、はい、秋江さんもともとその僕が鑑定をさせていただいた時のお名前っていうのは、うん、その数字と、うん、数字でいうところの4、外数4と内数7っていう数字だったんですけども、はいはい、そうですね、これっていうのはある種4っていうのはプロデューサーみたいな数字なので、うんうんうん、何か、A というものと B というものを組み合わせて C というものを作り上げるみたいな、うん、なんかその、うんうん、自分なりのものを作り上げていくっていうような、そのプロデュース能力ってことを指すんですけども、うんうん、明恵さんちょうどその講座をね、オリジナルの講座を作ってらっしゃるってことで、企業スクールをね、作ってた時にね、そういったものを作り上げて、で、その作り上げた状態でカリスマになっていけるっていう生き方なんですね、うん、この47ですね、うんうん、47ね、はい、はい、ただこれからこう、うん、秋江さん自身がさらに行きたい、向かっていきたいっていう新しい志があって、うん、はい、そこに向かっていく上では、うん、この絵っていうものを漢字に変えた方が7と7って数字に今度変わるので、うんうん、7ってこあの外面数に7が来るとカリスマになるんですよね。ですよね、うん、はい、なので自分自身が表舞台に出ていくと必然的に人がやってくるような流れがやってくるんですよ、うん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 、だからよくこの僕あの解明とか源氏などをつける観点もやってるんですけども、うんうんうん、やっぱりその方がどういう職業をやっているのかってことに合わせて名前を変えていくというか、うんうん、まあ、特に結構こういうスピリチュアルなことでお仕事したいとかっていう方が来るんですけども、うんうん、ちょっと名前つけたいんですけどここでいいですかねって形で見たときに、うん、まあ、よくこれやっぱ7に従うんですね、皆さん、ね、やっぱり ね、 ぱりね、うん、やっぱカリスマ、うん、やっぱ実際ですね、これにやるとですね、人は集まるんですよ本当に、はいはい、例えばこういうあの秋江さんがクルバハウスで自分を表現するってことをやると、うんうん、今日もすごいですよね今日もね、あの両方数えるとすごいですね今日もすごいですよね、やっぱりこうなるんですよね、40、50人ぐらい、ね、来ていただいて、はい、うん、あのこうなりやすいということがですねちゃんと分かっているので、うんうん、あのまあ、だからあのこういうなこの名前にした方がいいですよっていうお話をさせていただいたんですよね、うんうん、そうですね、はい、あのすごいですね、まあ、私もともとが、ね、こっちの名前だったんでね、ええ、そうですね、元々自分で勝手にひらがなに書いてただけなんでねそうですよね、はい、でもひらがなに変えたから企業スクールもできたっていう感じですか、ね、あ、そうです、そうです、だから、うん、あのちゃんとこの流れなんですよ ね、 ね、これ流れですよね、はい、一つの流れで、うん、あの時はその方が良かったし、良かったんですね、はい、うん、そして僕の鑑定を受けることで、あ、だったらこの後はこの名前に変えた方がいいなってことが分かって、うん、数字を変える、要するに自分の数字に変えていく、うん、戻してこうやってなんかこう自分の生き方をあの名前を変えることで自由に変換することができるってことなんですよね、うん、だからこの仕組みを知ってるだけで全然違うかなって僕は思うんですけども、うん、ですね、あとズームのめぐみさん手を挙げてくださってたんですけど、はい、はい、どうぞ、ズームのめぐみさん、はい、今大丈夫ですか、大丈夫です、はい、あ、どうぞあ、めぐみさんね2人いらっしゃるんです、あ、大丈夫かな、はい、今さっき手を挙げてためぐみさん、
私。あ、どうぞどうぞ。はい。あ、アキエさん、すいません。この場を借りてミキさんを紹介していただいてありがとうございます。あ、どうもどうも、めぐみさん。はい、こんばんは。あ、こんばんは。どうも。はい、ありがとうございます。どうぞどうぞ。ご質問どうぞ。うん。なんですけど、さっき、さんが、うん、その、いい人現れますかねっていう質問があったと。いい人現れますかね、はい。あったような質問が ある人に対して、うん、じゃああなたは自分の人生生きてますかみたいな感じのことをおっしゃってたじゃないですか。でもそれって、じゃあ仕事のこと聞いたときに、あの、まあ、例えば転職のこととか聞いたりとかに、はい、うん、自分の人生生きてますかっていうふうに返されると、はい、いや、それが分からないから聞いてるんですけどってなると思うんですけど。いや、もちろん。あの、すいませんね、あの、はい。表現の仕方が悪くて申し訳ないです。あの、もちろん、はい、その話は、そういう話、ね、仕事を変えたいんですけどって来られた方に関しては、当然そういう話をしますので、あの言い方ですね、ちょっと言い方悪かったですね。まあ、あなたはその生き方をしていないとこうなるよっていう話をちょっと例えで言いたかっただけなので、そういう言い方をしてないです、実際は、鑑定の時は。で、お仕事で来るとか、もちろんその、ね、転職されたいって方が来る、当然来ます。だからそういう時には、ちゃんとその生き方を一個一個説明して、こういうことですよっていう話をするので、別にその、ああいう言い方をするわけじゃないですから、ちょっと分かりやすく言っただけなので。そこはちょっとごめんなさい、語弊があったかもしれないです。じゃあそういうふうに、うん、ストレートに、そういう、はい、みんな多分そうだと思うんですよ。質問がある人、そうですね。はい、もちろんそうです。迷ってる人って結局、まあ、とどまりはそこよねっていうところはあるんですけど、そうですね。はい。なんていうんですかね、わからないから、わからないから聞いて、ね、まあ、根付いて、何にしたいなっていうので、まあ、みんな聞くと思うんですね。そうですね、はい、もちろんそうだと思います。まあ基本今はそういう、まあそれはごもっともですみたいな感じ。あ、わかりました。はい、すいません、うん、ありがとうございます。はい、いや、ありがとうございます。そうですね。まあちょっと表現がそういう表現になったら、みんなそういうふうに言われちゃうのかって思うかもしれないですけど、そんな言い方は一切してません、僕は正直言って。ただまあちょっとね。はい、こういう時にやっぱり自分の人生生きてないとなかなかそのいい人に出会えないっていうことが起きるんだってことを分かりやすくちょっと説明したかっただけなので、ちょっとああいう表現になってしまいましたけど、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当自分らしく生きてるとね、自分らしい仕事とか出来事とかパートナーに出会いますよね、はい、そうなんですよね、本当に、うん、そのやっぱりその、うん、自分がこういう生き方をすると必然的にやってくるっていう、うん、やってくるんですよね、はい、表現をするんですけども、はいはい、だからこう何ですかね、やっぱり自分らしく生きてる方々っていうものは必然的に出会って、うん、それをやってるからこそ、うん、特に悩んでないので、うん、逆にあんまり鑑定とかはね行かなくても人生を楽しんでやっていけるっていう方がやっぱり多いのも事実ですね、うん、やっぱりそれは、うん、逆に言うとこう迷ってる方々、悩んでる方々っていうのはそのやっぱりその自分の生き方ができてない方が多いというかですね、 みんながみんなではないですけども、うん、多いのでやっぱりそういう要するに自分と向き合うような流れにさせられてるってことですね。はいはいはい、はい、分かります。だからこう占いに来るとかこう鑑定に来るっていうことに、ね、うん、向かいやすい方々っていうのはやっぱりそのちょっと自分を見失っている方々が多いからこそ、うんうんうん、こう自分と向き合わされて、そして悩んだり、そしてその鑑定を受けたり、なんかこう探そうとするとですね、うんうん、要するに答えを探そうとする、うんうん、そういうことが起きていると思うので、はい、まあ、ある種必然的なことなのかなと思いますね。そうですね、はい、Zoom でもチャットの質問が、はい、あるんですけど、ええ、自分らしく生きるってどういうことでしょうかとか、はい、自分らしくというお話がありましたけども、はい、どのように過ごしたらいいんでしょうか、うんうんうん、やっぱりこの自分らしくっていうのがわからないっていう方が、うんうん、質問が多いですね、はい、やはり自分らしく、これはちょっとまあ例えば、アキエさんのヒューマンデザインと僕のカスタマーによってちょっと表現方法が違うと思うんですけども、うんうん、まあ、僕のこのカスタマーやってるカスタマーでいくと、うん、自分らしい生き方っていうのはある種生まれてきた名前と誕生日で
まずその数字として現れてくるんですけど、本質的な生き方っていう数字があるんですよ。うん、例えば僕とかミツさんは同じなんですよね。8と2っていう数字なんですよね。うん、外面数8と外面数2。ヤケイさんは生まれた時は9と3でしたっけね。1がありましたね。どんなことかな。なんか僕の記憶だと確か 9と3でしたかね。子孫を残さないといけない。で、まあこれが簡単に言うと、これ人生、生まれてきた人生のテーマとして持たされた数字なんですよね。うんうん、例えば、じゃあ僕8と2、ミキさんもそうですよね、うん。8と2っていう数字の人たちはどういう生き方かというと、やっぱり人の中に入っていくことによって、自分の可能性のある情報を見つけて、それをお金に変えていくっていう生き方なんです。わかりやすく言うと。うんっていう、8という数字、そしてその先に新しい挑戦を繰り返していって、うん、どん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 ですね、それをやってきたものを大きくしていくような、そういう人生なんですね。はい、で例えば僕はじゃあどういう形でそういう生き方ができるようになったかというと、うんうん、8という数字によって、要するに会社を僕先ほど辞めたという話をしたと思うんですけども、はいはい、会社を辞めた後にあるセミナーに行ったんですね。うん、前からちょっと気になってた方なんですけど、まあ、言ってもいいんですけど、瀬戸山雄一さんという方がいまして、はい、でその方のセミナー、どうしても気になってたんですね、その方の方が気になって。何回分かんないけど、その人が来るっていうんで、じゃあ行こうって言って、行ったらですね、うんうん、そこでやってた内容がこのカズタマのセミナーだったんですよ。はい、で、これ僕はその可能性を感じたっていうのは、どういうところにあったかというと、この名前と誕生日でこう人生が見れるっていう、これが分かりましたと。うん、で札幌でやってる人が誰もいなかったんですよ。あ、でそこでピンときたんですよね。あれこれいけるんじゃないかと。あ、それが2番のとこですか。これで要するに僕は可能性のあるものを見つけたわけですね、うん、要するに僕は、うん、で僕はこれを使って鑑定をやろうっていうふうにその時思ったわけですよ、うんうん、っていうことが僕にとっての、要するにこれでお金を稼ぐってことが僕にとっての一つのこの8という生き方に合った生き方だったんですね。なるほど。もうちょっとこれ細かく、あの鑑定の時はもっと細かい数字が出てくるので、これは みんながみんなこうじゃないんですけども、うんうん、やっぱりこの生き方をする。でさっきあのミキさんが8という僕と同じ数字を持ってる、でも内向的に生きてきたって言ってましたけど、うんうん、やっぱミキさんも僕もやっぱり世の中外に出てかなきゃダメなんですね。出ていかないとその情報を得ることができないっていう。だからやっぱり出ることによって見つけたその可能性のある情報によって、あ、じゃあこれで、何か仕事をやっていこうとか、お金を稼ぎたい。で、やってるのがミキさんはコアフォースってことですよ、要するに。で、僕は今こう、カズタマもやってし、もちろんコアフォースっていうものが降りてきて、コアフォースでもお金を稼ぐことをやってますし、あのカズタマを講座で教えてもいるので、やっぱり複数のことをお仕事にしているって、こういうことを生き方、これが僕ら8の生き方ってことですね。うん、で、まあなんかこういう、それぞれのですね、数に込められたその生き方っていうものがあるんですよ。うん、あれもありましたよね。なんか主導と受動っていうか。そうですね。あの家族を大事にするのか。そうですね。あ、そうですそうです。家族、あれもすごい良かったですね。私もね。はい。家族関係とどうそう。向き合っていったらいいかっていう、実はその法則があるんですけども、うん、家族の主導型、家族の受動型ってこれ分かれるんですね。これ2つに分かれますけど、うん、家族の主導型の人っていうのは何か自分のやりたいことがあってもやっぱり家族を優先していかなきゃいけないよって意味があるんですね、うんうん、でこの家族の主導型の人たちの現れる傾向として、自分が家にいないとなんか家族がうまく回らないとか、異常に自分に頼られる存在とか、うん、旦那さんも束縛が強いとか、こういうことが起きやすいのが主導型の方々です、うん、で受動型の方々は家にいると逆に苦しくなっていくので、うん、外に出た方がいい、要するに自分のやりたいことをやっていった方がいい、うんね、自分の趣味だとか仕事だとかっていう方に向かっていった方が生きやすいっていう意味なんですね、うん、そういう方々の場合は外に出ても家族が何も言わなかったりなんか自立心があって自分たちで勝手にやってくれたりとか家族っていいですよね。はい、そういう家族になってるんですよ大体。うん、だからこれを知ってるだけでどっちに進んでいったらいいのっていうことが
分かるってことですね。うんうんね、はい、なんかまあ、一筋縄ではちょっと説明するのが難しいですけども、ね。ちょっと難しいですよね、細かくね。はい、こういうものが、いろいろその分かるようになっているので、うんうん、それを見て自分というものを知るっていうことが、本当自分らしい生き方というか、本来の自分ですね、うんうん、っていうことをお伝えする、カスタムではね、はい、カスタムで教えてお伝えするっていうことの意味になってきます。はい、じゃあ、開拓とか家督とかあれも役立ちますね。ああ、そうですね、課題のところですね、うん、課題のところで、うん、この開拓層とか家督層っていうのは、いわゆるその自分が生まれた家系におけるどういう役割を沿って持って生まれてきたかっていう意味になるんですけども、例えばミッキーさん家督層？いや、私は、あ、違う私は側近と払拭なんです。ああ、そっかそっか、そうですね。あんまり役割が弱めなんですけど、ああ、なるほどなるほど。例えばあれですよね、さっきミキさんすごくいいお話してたと思うんですけども、うん、弟さん、長男さんですね、長男、弟だけど長男さん、はい、長男、ミキさんの長男、ね、弟さんの長男の方が、つげつげっていうのは、これ日本の風習としては結構その長男が家を継げっていう風習がやっぱりあるので、うん、やっぱそうなりやすいんですけども、うん、これ家族にはみんなテーマがあって生まれてきてるので、この家を継ぐ方だったりとか、やっぱり家を出て自立して道を切り開いていく方とか、こういうなんか家族のテーマっていうのがあるわけですよね、うん、それと違う生き方をするとみんな苦しくなっていくんですよ、はっきり言うと、うん、人生がちょっとうまくいかないことが起き始めてくるので、やっぱりその生まれてきた自分にはどんなテーマがあるの、そして家族との関係性はどうあるべきなのってことをちゃんと知っておくことがすごく大事だというお話もありますので、うん、まあ、これも自分本来の本当の自分ね、を知るっていうところにもつながってくると思うんですね。こんな感じで大丈夫でしょうかね、はい、カスタマー、そうですね。ヒューマンデザインの方はあれですね、そのため のどういう体のサインがあったら自分らしい方向に連れててくれるのかとか、はい、そういうとこを教えてくれるのがヒューマンデザインの方向ですね。どっちかやっぱその数字とかではないのでね、うんうん、だから両方大事かなっていう気もします、うんうん、ね、質問でね、なんかすごくヒューマンデザインとカスタマーって似通ってってると感じたんですけど、一番違うところはどこでしょうか、補い合うところはどこでしょうかっていう質問があります。どうですか、一番、違うところ、もしくは補い合うところはどこでしょう。はい、違うところでいくと、多分その時系列が出せるのはカズタマなのかな、うん、そうです、そうです、そうです、はい、はい、要するに人生の履歴なので、うん、何年にどうなるっていうその履歴っていうのがちゃんと分かってるっていうのはカズタマの、まあ、逆に言うとメリットでもあり、カズタマにある部分なのかなっていうところあるんですけど、うんうんうん、でもその僕ヒューマンデザインの素晴らしいところはやっぱりこのパートナーシップが、うんうん、なんていうんですか、この人というとこういうことが強みになって起きるっていう、何ですか、必殺技っていうんですか、必殺技、はい、あれすごいですよね、うんうん、あれはちょっと驚きましたね僕、うん、あれはないですかね、カスタマにはないですね、ちょっとそこを明恵さん説明していただけますかね。あ、はい、まあ、ヒューマンデザインって占いではなくて量子力学も入ってるので、うん、自分のチャートを見るとですね、自分と引き合う人っていうのが分かるんですよね、うんうんうん、だからその人と、まあ、お互いが引き合って、引き合った時に自分の才能がもう倍増するというか、うんうんうん、そういう人をまあ求め合うんですよね、うん、そういうところが分かります。ただ必殺技ばっかりをメインにするんではなくて、やっぱり一番大事なのは自分の体の中の意思決定のポイントっていうのがあるので、だからまあ西さんと私だと前のめりですよね。だからいくら相性が良くても前のめりにならない人とは付き合っちゃダメなんですよ。あ、なるほど。そうするといわゆる腐れ縁になります。妙に引き合っちゃうから、なんか変な付き合い方になっちゃうのでね。だからお互いに必殺技になるからいいっていうもんでもなくて、うんうん、大事なのは本当の自分がボディがどう求めてるかっていうところなんですけどね、うんうん、はい、あと補い合えるところはどこでしょうって書いてますね。
カズタマとヒューマンデザイン。補えるところっていうのはですね、あの足らないところ補えますよね。そうですね、だから、はい、そうだ、その時系列のところはヒューマンデザインではなかなか難しいですね、はい、あの例えば感情とか、うん、その自分の直感能力がどうだとかって、うん、なんかその細かいそのなんていうんですか、自分の能力ですよね、うんうん、あ、そうですね、能力っていうものが分からんのがヒューマンデザインの本当に、そうですね、あの素晴らしいところ、例えば西井さんならアドリブよりちゃんとあの、はい、原稿を作って喋った方が本当はいいとかね、はい、本当はいいんですよ、ね、本当はいいんですけど横に私みたいな人がいるとアドリブで喋れちゃうよとか、アキエさんの原稿になってる、ね、はい、するんですよねこれね、うん、そういうね、人によってちょっと影響がどう変わっていくかのが楽しみですね。そうですね、これが分かるのが、うん、あのヒューマンデザインのすごくいいところでもあり、うんうん、でカスタマーはやっぱこう数字にできるという、要するに見える化できるってところですね。そうですね、あの、はい、見える化できるから腑に落ちるんだ感じがしました最後。あ、なるほど、あの体感でできたことが、うん、あ、全部も論理的に、はい、あ、こうでよかったんだって分かりました、ね、うんうん、あ、そうですね、うん、だからあの割とそう組織を作るときもすごく役立つんですけども、あ、ね、数字によっての役割っていうのがあるわけですよね、やっぱり、うん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 、例えば6という数字を持っている人はこのリーダーというような意味合いになるので、うん、やっぱりトップをになってた方がいいわけですよ、うん、トップポジションを持ってた方がいい。で例えば、うんうん、4という数字ね、明恵さんが前に持ってた数字、4という数字はどちらかというとナンバー2型とも言えているので、あ、なるほど、そういうその2番手ポジションについた方が逆にいいっていう意味もありますし、で今度例えばそうですね、やはりその1とか2とか3っていう数字を持ってる人たちっていうのはできるだけあんまりトップポジションに行かない方がいいわけですよね。行かない方がいいんだ、はい、あの人をまとめられない数字なんで、どっちかというと、何番ですか、1とかあと1とか2とか3ですね。ここのやっぱり因数系の人たちっていうのはどちらかというとそのポジショニングついていくと、あのうまく回らなくなっていく。だから僕結構会社鑑定もやるんですけども、うん、いや会社がうまくいってないんですってなった時に、だいたいトップポジショニングに1とか2とか3とか入る場合が多いんですよね。へー、でもその人たちが悪いのではなくて、やっぱり本来の持った生き方、うん、与えられた能力っていうもののポジショニングにいないってことなんですよ、うんうんうん、これも自分らしくってことですよね。そういうことですね、自分らしくってことですね、うんうん、あのこれよく多いんですけど、1って数字は一つだけ一流になるっていうような数字の意味があってですね、うんうんうん、何かこうズバ抜けたものを持ってるんですけども、うんうん、そのズバ抜けたものが発揮できたときに、例えば会社の中でそれを発揮してしまった時に、うん、上に上げられちゃうんですよ。あ、要するに上司になるってことですね、うん、でもこれこの人が上司になると途端に力発揮できなくなっちゃうんですよね。うん、いやそれは知っといた方がいいですね。そうなんです、だからこれ会社の、うん、会社とか組織を運営してるとか、うん、チームをまとめてる人たちに、うんうんうん、ぜひ聞いてほしいのは、この人たちはどういう力を持っているのかってことを数字で知っておくだけで、うん、自分がどういうふうに束ねていけばいいのかとか、うんうん、自分の下に誰をつけた方がいいのかとか、そもそも上には誰がいた方がいいのかってことが分かるってことなんですよ。分かるんですよね。そこね、はい、私のこの BG5 でもそこはできるので、はい、これ絶対一緒にコラボしたいですよね。あ、本当にそうですね。明恵さんとはあのお互い前のめりになってるのはそこですよね。あの本当 BG5 だと大人数がいいのかとか少人数がいいとか、はい、1対1がいいとかもう全部出てくるんですよ、でどういう役割がいいとかも出てきて、はい、まあ、ちなみに私は大人数が一番いいんですよ。だから今日みたいなの最高なんですね。最高。まさに力発揮してますね。もう本当にもう50人100人も最高人ですね。もう3人4人の時のポンコツさがね、もう。もう 4,5 人の時の私のポンコツさはすごいですよ。本当にね、ミキさん知ってると思うけど、ね、寝込むぐらいですね。もうポンコツになってますからね。でもそれはあの分かったから、あ、私は少人数ダメなんだと分かったの で、うん、で自分を責めなくていいです。うん、西井さんは割と1対1がいいんじゃないですか。うん、そうですね、あのこれ数玉で見るとですね、うん、僕はこの8と2っていう先ほど数字で言ったと思うんですけど、はいはい、まあ、先ほど言ったように可能性のあるものを見つけれたら、うん、1対1が良くなるんですよ。
はいはい。8っていうのは要するにどっちかというと大人数の中を調和するっていう数字なんですけども、だから例えば今日話してたら、まあこうなんかみんなが喋んなくなったら僕喋り始めるみたいな感じなんですね。だからミキさん見てたら分かると思うんですけど、ミキさんも8なんで、あの自分より得意な人がいたら喋んないんですよ、8って。あ、これ黙っちゃうんですよね、まさに。でも例えばこれミキさん、うん、あ、僕とかアキエさんがいるからミキさん喋んないですけども、うん、全然喋んない人がここにいてミキさん一人に出されたらミキさんずっと喋ってると思います。あ、ね、あ本当に本当にネタはないですけど。で僕はその可能性のあるものを見つけた後に2がやってくるんで、うん、2っていうのは1対1の役割が強くなるんで、だから鑑定が、その状態での鑑定はすごい向いてるってことなんですよね。うんうん、こういうふうになんか見ていくんですよ。うんね、本当になんかみんな自分を知りたいですよね、そんなに言うとね。そうですね、やっぱりそれを知っているのと知らないのでは、うん、その生き方が変わってくるとか、要するに意識ですね、うん、自分がどこに意識を向けていけばいいのかっていうのが変わってくるんで、うん、あの大半のことは悩まなくなるんではないかなっていう感じはしますけど、うんうんうん、ね、悩みはありますけど、なんかね、ちょっと楽になりますよね。まあ、楽になりますね。はい、ね、本当にね、はい、あのクラブハウスの方の方はよかったらあのフォローをね、私とか西さん、美希さんのアイコンタップしていただいて、フォローをしていただきますとね、またあのクラブハウスでルームした時に案内がいくと思うんですね。あ、フォローしただけじゃダメなんですよ。その横の、 あのベルマークをですね、オールウェイズに変えていただくと、連絡が行くようになります。ベルマークをですね。はい。はい、オールウェイズにしてくださいね。はい、オールウェイズにね、ぜひしていただくと、あの案内が行くようになりますしね。で、ちょうどあのこの一番上に、あと私のクラブ、生まれる前に決めた魂の設計図で望む人生を引き寄せるっていう、緑色のおうちマークありますよね、うん、この緑色のおうちマークタップしていただいて、このクラブもあのフォローしていただくと、あのクラブ開いた時にまた行くようになります。なるほど、これは、うん、それとあの上にリンクを今日貼ってるんですけど、リンクを押したら飛びますか、上のピンドリンク、リンクを押して GoTo リンクに行っていただくとですね、行きますでしょうか。行く？行くとちょうど今日のあの3人のスペシャルプランっていうのをここに作ってあるんですね。西井さんの大和式カズタマ術、そして美希さんのコアフォースメソッドで、私のヒューマンデザインと BG5 のセッション、その3つのプランがここに書いてあります。はい、でもしね、なんかちょっと受けてみたいなということだったら、2個受けると5000引きで、3個受けると1万円引きというスペシャルプラン、これどうしますか、限定5名でよろしいですか。あ、そうですね、うん、5名という形で、うん、そういう感じで作りましたのでね、もしなんか受けてみたいなという方があったら、ぜひこのなんか3ってすごく良くないですか、3つ全部。そうですね、なんか3の数字はいいような気がします。とてつもないセッションですよね、これ。正直言って、ん、贅沢なセッションですよね。贅沢ですね、これめちゃくちゃ贅沢ですよね。贅沢ですね。はい、はい、ごめん、ちょっともう一人質問が来ています、ごめんなさい、はい、あのズームの大高真美さん、ごめんなさい、手を挙げていただいてたのにずっと、はい、はい、あ、ご存知ですか、はい、ご存知の方、真美さん、ありがとうございます。真美さん、あのお声出していただいて結構ですが、どういかがでしょうか。おはようございます、こんばんは、お待たせしました、はい、申し訳ないです、前から手を挙げてください、どうぞ。西さんと美希さんと先日帯広の、あ、そうですか、そうです、一緒にイベント、なるほど。ありがとうございます、あのイベントの時に、はい、あ、そうですね、あ、私も入ってたイベントですかね。そうです、そうです、あ、はい、ズームで参加した新しいっていうのをやってます。あ、はい、よろしくお願いします。お願いします。すごい、あの西井さんと美希さんから絶賛、大絶賛でお聞きしてたんですけれども、はい、今、あのちょっと
無料のチャートで、無料のフリーランスやつをちょっとやらせていただいたんですけど、はい、なんかこう左右に、ホロスコープみたいな、なんか星の、ありますね。あるんですけども、あれはなんか、ちょっとなんか意味があるんでしょうか。西洋占星術ですね。ヒューマンデザインって西洋占星術と、疫学とかカバラとか、あとさっき言いました量子力学とか、いろんなものがこう合体している、東洋と西洋が合体してできたものなんですね。なので、数字のところは西洋占星術が入ってます。そうなんですね。じゃあホロスコープとかとも関連性が、そうですね、一部ですけども、はい。で、生まれた時と生まれる3ヶ月前と合体させていくので、ちょっと普通の西洋占星術とは違うところも出てきますね。もうなんか啓示でできたものなんで結構深いんですよ。もうぜひ自分の取説ですね、自分の取扱い説明書ですね、はい、またカスタムとはまた違った感じの自分の使い方が分かるところがありますね。はい、ぜひ見ていただきたいなと思います。ぜひ本当にタイプがね、いろいろありましてね、タイプが違うんですよ。ミキさんとは私たちは違うタイプなんですけどね、はい、ね、ミキさんね、タイプ、まあ、そうタイプとか、まあ、自分の使い方ですよね。そういうのがね出てきますので、ぜひ、はい、またよかったら。なんか質問が来てたみたいですね。なんか僕が聞いてなかったな。あ、質問来てました？西井さんのところに。来てましたね。あ、紙飛行機ですか？はい、紙飛行機来てます。あ、はい。あ、マミさん、これでよろしかったですか？大丈夫ですか？大高マミさん。はい。はい、ありがとうございます。あ、どうぞ、西井さんどうぞ。もういらっしゃらないかな、これ。うん、いらっしゃらないっぽいな。なんか生まれてきてすぐに幼女として生きてきたのですが、この場合は産んできくれた母になるでしょうか。はい、そうですね、これちょっとご質問してたんですけども、はい、多分この生まれた名前はこれでいいんでしょうかってことだと思うんですけども、生まれてすぐに幼女として生きてきたらしいんですね。なんかこの、この場合は産んでくれた母になるんでしょうかって書かれてますが、はい、産んでくれた時の母というか、まあ、その時のお名前が父親のお名前なのか母親のお名前なのかによってちょっと変わってくるかもしれないですね。はい、はい、まあ、よくこうちょっとその家系的な問題で、結婚した当初にもお父さんがいなかったとかっていうね、パターンもありますので、その場合はやっぱりお母さんの名前で生まれてきているっていう形になって、母親性が要するに生まれた名前っていう形になりますし、生まれてすぐなんかこう養子に出されたとか、あとその生まれてすぐ離婚してその父親とはもう離れてしまったとかっていう場合も、やっぱり生まれた時のお名前っていうのがやっぱ人生を作っているっていう形になりますんで、ちょっとまあそれをね、お伝えしたかったんですが、もういらっしゃらないかな。いらっしゃらないですか。これ今日リプライ録音が残りますので、残りますね。はい、じゃあお聞きいただけるんじゃないでしょうかね。その方だけですか。はい、その方なんかご質問いただいたんです。すみません。はい、私の方にはですね、カズタマって数比とは違いますかっていう、はい、はい、質問がありました。そうですね、うん、ちょっと、まあ、似たような形の部分はあるのかもしれないですけども、まずその名前と誕生日でその人だけの人生の履歴を出していくので、僕はそのなんかやっぱり人生で一つだけの自分だけの設計図っていうのを表現をさせていただいてるんですけども、統計学のように見えて統計学ではないってところをちょっと言いたいですね、逆に言うと。うん、あ、そうなんですね、はい、統計学的要素があるんですけども、ただやっぱり全く同じその番っていうのは正直言って世の中には一人もいないと思ってます。はい、例えば名前と誕生日なので名前と誕生日が同じ方っていらっしゃると思うんですけども、
まあ、例えば鈴木一郎さんとかね、山田太郎さんみたいな感じと、うんうん、誕生日が同じ方っていらっしゃる、いらっしゃると思うんですけど、ね、うんうんうん、母方のせいでもこれ自分の、番を出すことができるんですよね、うんうんうん、そうすると、はい、そっちが要するに誕生日と名前一緒でも母親姓まで一緒の人っていうのはやっぱりさすがにいないだろうと、うん、はい、いうところなので、やはりそうなると、人生に一つだけの設計図ですよっていう形でお伝えはさせていただいてますね、うんうん、そんな感じでよろしいでしょうかね、はい、うんうんうん、そうですね、本当人生に一人一つだけの設計図っていうのは一緒ですね、ヒューマンデザインも、10分違っても違うんですよ。 あれちょっと僕逆に質問あったんですけど、はいどうぞ、生まれた誕生日分かんない方の場合ってどうするんですか、はい、生まれた誕生日が分からない、あ誕生日というか時間です、ごめんなさい、時間が分からない方多いんですよ、で時間が分からない方は私が例えばはい、この時間だったらこういうタイプっていうのが全部わかりますから、あ1個ずつ聞くんですよ。あ例えばパッと見カリスマですかとか、喋、はい、るときこんな感じですかとか、はいはいはい、いろいろ聞きながら時間を当てていくんです私が。はうん、あ午後生まれだったらこういうタイプだけどこんな感じですかとか。なるほど、うん、そしたらね意外とね後で母子手帳出てきたらぴったりでしたとか言って言われるんですよ。だからなかなかいけてるなと思うんですけど、そうやって判別していくってことですね、要するにセッションの中で判別するってことですね。そうですそうですそうです。なるほどなるほど、これはやっぱり相当のでも知識ないとできないですけどね、そういうことですよね、うん、できないですけどね誰もができることではないです、ね、あできないですねなるほど、ということなので皆さん誕生日わかんなく、あ誕生日ですね、時間ね生まれた時間わからなくても大丈夫みたいですね、うんうん、はい、なんとかまあ分かった方がいいんですけどね、はい、まあ、はい、やっぱりそこは、ね、うん、分かった方が確実ですね、ああ、はい、本当は、はい、うん、けどね、まあ、分かんなかったも大丈夫です、あそうですか、はい、うん、あと質問が来てます、はい、在日韓国人なんですが、カズタマでは日本名になりますか、はいはい、韓国名でしょうか、音読みでよろしいです、音読みでいい、はい、音読み、韓国だとどう、ね、例えばその キムさんとかですか、そういう読み台になると思う、だから キームという音読みですね、だから、なるほど、はい、それで大丈夫です、あはは、はい、あということですけど大丈夫でしょうか、チャットの方、はい、いや本当に、うんうん、まあ、本当にこの間韓国人の方やったばっかりなんで、うんうん、ちゃんと外国の方でも大丈夫でしたね、ぴったりでしたね、やっぱり、うん、いや本当日本の、ね、ザ日本って感じですよね、カズタマね、そうですね、やっぱり日本、ね、うん、人の方が作ってるので、ね、どっちかというとやっぱりね、うん、日本人的ではあるんですけども、うん、外国人の方でも対応もちろん大丈夫です、うんうんうん、ね、いや本当に、まあ他いかがでしょうか皆さん、はい、ありますかね、うん、まあ、とね、ズームの方も二十何人いらっしゃいますよ、ああそうですか、すごいですね、うんうん、また増えてますね、はい、ズームはすごく増えてますね、ありがとうございます、皆さんやっぱりクラブハウスでズームの方が多いんですかね、まあ、おそらくその入り口としては、うんうん、ね、自分の方が入りやすいっていうのはあるんですね、入りやすいんですかね、そうですね、うん、まあ今後ですね、どんな、はい、来週とか再来週とかね、はい、どんな方向をお話ししますかね、なんか例えばこういうこと知りたいですってことがもしあったら、うんうんうん、まあうん、そのテーマにさせていただいてもいいですし、そうですね、はい、あと例えばミニセッションをねやったりっていうのもありかもしれないですね、ミニセッションありですけど、はい、まあ録音が残るので、まあ OK、 録音されても OK な方、録音されても OK な方ですね、 OK な方のみということになりますけどね、はい、前提という形になりますが、うん、一人の方をね、カズタマとヒューマンデザインの両方でどうやって、はい、お伝えするかっていうのも面白いかもしれないですね、ああそうですね、はい、それすごく面白いかもしれないですね、うん、だから、うん、録音家の方で挙手していただいて、ね、セッションをするっていうのは面白いかもしれないですね。ね、そうですね、はい、うん。
ミキさんいかがですか、何かございます、はい、ミキさんは何か、何かこういうのがってありますか、そういうのですかね。ミキさんね、最初からでもカズタマとヒューマンデザインがね、あのコラボしたら強力なんだけどなって言ってたんですよね、前々から。思った通りになりましたね。多分カズタマの知らない人とヒューマンデザインの知らない人が多分、うんうんうん、知る片方は知ってるけど片方知らないって人が多分多いと思うんで、あ、そうですね、多分まだなんかちょっと分かりづらいかもしれないですね。ちょっとピンとこない感じか、ね、どういうのかとか、ね、ヒューマンデザインがあ、どういうものかっていうのは分かりにくいですかね。はい、あのミキさん自身はどうなんですか、ミキさん自身は両方を知ってらっしゃるじゃないですか。両方知ってるから、うんうんうん、両方知ってるから話はね分かりますけど、知らない人が来たらちょっとどうかのこと、うん、難しかったかもしれない。どうだろう、ちょっと、はい、ちょっと難しかったですかね。あ、どうですかね、うんうん、私は分かってね、知ってて聞いてるので、うん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 、けど、うんうんうん、まあ、その自分らしく生きるっていうのはね、そうですね。カズタマはでもカズタマのはまあ1から9まである数字の中からどういうタイプかだし、うんうん、ヒューマンデザインはあれですよね、4タイプの。4タイプですね。あ、うんうんうん、これがなんか分かると、あ、でもそれが会員セッションになりますもんね。うん、会員セッション、そうですね。あの、さっきの上のピンのリンクを押していただくと、私のところから、私はあのヒューマンデザインの9日間の無料メールマガジンっていうのを出しているので、それ読んでいただいたら、割とヒューマンデザインのことは分かると思います。そうですね。はい、うんうん、うんそうです。まあ、あの受けていただいた方もね、クラブハウスの中に今日いらっしゃるので、よかったら上上がってきて感想、あ、あのかいちゃん忙しいのかな、受けて両方受けてくださってるから、あ、そうですね、あ、そうですね、両方受けてる人はすごい分かると思う、うんうん、なんかあのちょっと呼んじゃおうかな、あ、もし大丈夫な大丈夫なら上がってきてくだされば来ない来ないとね、うんうん、なかなかね、上上がるの勇気いりますもんね。あ、うん、まあ、よろしければ忌憚なくご意見をお聞かせ願えれば、ね、まあ、はい、まあ、今日1回目なのでね、そうですね、はい、まあ、また今度ね、あのどういう話を、まあ、私はあのこれからやっぱりあのパートナーシップをやっていきたいので、うん、はい、今年はね、いいですよね、うん、パートナーシップをやりたいんですよ、うん、新しい形のパートナーシップですね、はいはいはい、もう今までの形とは全く違うパートナーシップになっていくと思うんですよ、うんうん、まあ、例えばあのマイノリティだったりする方もいるし、うんうん、はい、結婚してるけどそうじゃな、あの、ね、そうじゃない方を好きだってこともありますし、うん、だから全部そういうのに罪悪感を持ってる人がものすごく多いんですよね。結構最近ね、あの 女性が好きな、女性同士が好きなんですとか、割といらっしゃるんですよ、うんうんうん、でもね、ヒューマンデザイン見たら分かるんです、それも。あ、なるほど、うん、だからこれ絶対大丈夫ですよって言うとすごく喜ばれるので、あ、なんかそういうのを応援していきたいなっていうのが今年の私のテーマですね。なるほど、うんうんうん、パートナーシップが明確に分かりますよね、ヒューマンデザインは。そうですね、はい、パートナーシップね、新しいね。こう僕なんかは自分の嫁さんとの関係を見てもらって、うん、まあ、まさにこう補い合ってるね、うんうんうん、なんか2人で1つみたいな、ね、本当にそういう感じでしたよね。うん、そうですね、うん、あのパートナーシップやるとすごくあの仲良くなる方が多いです。うん、はい、仲良くなるか、逆に、あ、合わないんだって分かってすっきりする人と、あ、そうですね、はい、あの、うん、そういう人もいろいろいますね距離感の取り方も分かります、ね、あ、そうです、そうです、あの一緒にいた方がいいとか、はいはい、すれ違った方がいいとかね、はい、すれ違った方がいい、すれ違いでしたからねあ、ミキさん、あのすれ違った方がいいって感じです、あの2泊3日とか旅行行ったら絶対結婚します、あの喧嘩します、はい、ああ、そういうあのずっと一緒に会う方がいいっていう
誰がですか？ですか？え？西さんのご夫婦。ああ、そうなんですか？そうなんです。だからやっぱりこう、あんまりこう、なんていうんですかね、たまに会うぐらいがちょうどいいんですよね。あ、そうです。そうなんですか、たまに。うん、そう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 。でもいなきゃいけない。いないと、あ、やっぱりその助け合い、ね、必要ですし、そういう関係性なんですけども、あ、ずっと一緒にいるとね、ろくなこと起きないんですよね。よろく、ろくなこと起きないです。あ、でもそういうのがわかります。そういうのがわかるんですよ。そうなんですね。それもカズタマでもわかりますもんね。あれ、カズタマでもわかる。そうですね。まあ、はい、ちょっとだからこう視点の違う感じにはなりますけどね。うん、まあ、パワーバランスとかをその、相手がも何を求めてるかがわかると、その対応の仕方がわかるっていうこともわかるようになって、るんで、うん、なんかだから両方で見たらどうなるのかっていうのをちょっとやってみてください。そうですよね、両方で。すごいことになると思います、両方で見て。両方で見たらどうなるのか、すごい興味ありますね。ああ、興味。本当、パワーバランスは、ヒューマンデザインではパワーバランスはないですよね、確か。パワーバランスっていうのは？パワーバランスあります。パワーバランスっていうのは、グーチョキパーのあれですよね。あ、どっちが主導権取るとか？大体、あの、色がついてる方が主導権取ります。あ、ヒューマンデザインですか？はい、はい。あ、そうなんですか。はい、そうです、そうです。色付きが主導権。色付きが主導権。色がいっぱいついてる人の方が主導です。そうです、そうです。はい。おー。だから、あの、私、リフレクターのリリカさん、真っ白のリリカさんとコラボで仕事するんですけど、もう彼女にあんまりいちいち聞かないんですよ。うん、もう、あの、勝手に決めちゃうんですね。で、リリカさんはそれが快適なんですよ。アキエさんがいちいち聞いてこないのがすごく嬉しいって言うんですよ。それはまあ分かってるから、色がついてる方が主導権取った方がうまくいくっていうのが。ああ、なるほど。うん。でも一般的には考えられないですよね。勝手にやるってね。勝手にやる。だけど、あのデザイン見てたらそれが分かる。うん。あ、今両方受けたあの方から。はい、メッセージ来ました。あ、メッセージ来ました。はい。あの両方受けてみて、自分の本来の道が決まりました。ありがとうございます。っていう、うん、ことですね。ありがとうございます。うん。道が決まりましたか。決まりましたね。はい。はい。ちょっと今かこれなんか説明難しいですね。両方受けた説明が難しい。説明難しいかもしれないですね。はい、両方受けた。両方受けた。なんか私は体で分かってたことを、あの、腑に落とさせてもらったって感じがします。ああ、そうそう。うん。あ、なるほど。だから早い時期にもっと両方聞いてればもっと楽だったかなみたいな。ああ、そう。それなんかありますよね、結構、うん。もっと早く知っときたかったとかって言われることも、ね、いつも言われるんですけども。うん、うん、ね。残念ながらタイミングとかもあるんですよね。ありますよね。はい、やっぱりこう、ね、ここでしか知ることができなかったっていうことも結構多いので、うん、そうです。僕なんかはどっちかというとその転換期ですよね。転換期のタイミングで来られる方が多いんですよ、やっぱり。あ、うん、ここで人生変わっちゃうよっていうタイミングで結構、うん、勝手に来るっていう方、やっぱりそのずっと悩んでて迷ってて、ああでもそろそろ見てもらおうかなっていうタイミングがそうだったみたいな、やっぱこういう方結構いるので、うん、そうですよね。やっぱタイミングっていうのもあるんじゃないですかね。タイミングありますよね。はい。あ、イベントの時多かったですよね、タイミングの日とか。あ、多かったですね、本当に。うん、もう転換期だらけでしたね。転換期だらけ。転換期だらけ。転換期。転換期だらけでしたね、本当に。あ、やっぱりそうなんだ。うん、ね、私も転換期ですからね、今ね。あ、そうですね。うん、転換期。みんな転換期。我々転換期。みんな転換期ですよね。あ、うん。僕も今年転換期なんですよ。ああ、はい、そう。あ、今年転換期、はい。いや、本当に、あの、夏頃に出てくるらしいので。うん、私はヒューマン、そうだ、ヒューマンデザインって、マネー持ってるじゃないですか。はいはいはい。それで、カズタマでは、もう誕生日で出すやつで8数なんです。ああ、8、ね。それでなんかそれが重なるなと思いました。重なりますね、確かに。
確かに数ありますね。うん、やっぱりお金を生み出さなければいけないというような人生という捉え方はできますよね。なんかね。うん、8番ってあれですもんね。あれ、はい、家族のために援助するとかそういう。あ、そうです。あ、それマネーと一緒じゃないですか。そうなんですよ。ね、似てる。人のためにっていうお金を。だからお金に苦労しない、あれ苦労しないって言ってましたっけ、お金。そう、まあ、苦労しないっていうか、うん、あの大体こう僕パターンで分かるんですけども、この、 あの8の援助層を持ってる人たちっていうのはどっちかというとそのお金が回るようになってるんですけど、パターン的に言うと、うん、あの女性だったら例えば金持ちの旦那さんを見つけるとかですね、そういう形でやってきたりとか、あとはやっぱり自分が稼いでいくんですよね、これね、うんうんうん、自分がより稼いでいく道に向かっていくっていうパターンがやっぱり多いんで、うんうん、あ、だからミキさんなんかこう稼ぐ方向に向かっていってるんだろうなっていう感じすごくするんですよ、ね、向かってます、向かってます、はい、向かってますか、それ言ったらなんかあんまり旦那さん稼いでないのかって思われちゃって、ちょっと旦那さん稼いでないですか、あんまりね稼ぐために多分そういう状況なのかなって思ったりして。なるほどなるほど、ね、うん、面白いですね、はい、あとメッセージが、あの質問ではないんですが、はい、先日昭恵先生からセッションを受けて、はい、仕事を辞める辞めないの話では、私はあの前の仕事を辞めないで次に行った方がいいタイプでしたと、うん、でも西井さんのように仕事をきっぱりと辞めた方がいい人もいるんだなと思って、はい、ふにすごいふんふんと考えましたっていう、うん、どうですよね、これも知っておくといいですよね、本当ね、本当清水ですよ僕西井さんはでも清水の方がいいんですよね、清水だって当時清水ですよ、うん、だって本当に次の仕事全く決まってないのに辞めちゃいましたからね、うん、ねえ、もう、いや、でもあれが正しかったデザイン通りです、いや本当に、はい、まあすごいですよね、逆に言うとね、人生の流れに乗ってるんだなという感じがしますけど、うんうん、ね、はい、あと会員鑑定のお話楽しみですっていう、あ、会員鑑定ですね、はい、会員鑑定、あきさん、じゃあ次回その流れでやりましょうかね。そうですね、なんかあの、まあ、最初テーマを決めて話してもいいですし、まあ、鑑定してもいいですよね、はい、はい、あの、うん、録音 OK の方ね、はい、録音 OK という前提になりますが、うん、はい、うん、あの会員鑑定という形で、うん、そのお一人の方を2つの手法で見るっていう感じですかね、うん、あ、贅沢ですね、贅沢ですよね非常に贅沢です、非常に贅沢な一人、お年玉、大勢、あ、一人、はい、あ、大勢、はい、まあ、その最初何かテーマを話す、そうですね、その後、そうですね、うん、セッションというセッションっていう形にするかですかね、まあ、まあ時間の許す限りっていう感じ一人何人になるかはちょっと分かんないですけど、はい、うん、まあその時の流れ次第という、ね、そうですね、もうちょっと流れに任せる感じ流れの、ね、またあのこういうの聞きたいっていうことがあったらね、あのメッセージをいただければありがたいですね。そうですね、はい、あのクラブハウスにはこのリンク貼ってるんですけど、ズームの方には貼ってないのでどうしようかな、あ、ズームの方には後でこれあのじゃあブログかなんかで出しましょうか、この今上に貼っているステージにこれリンク貼ったらダメなんですかね、どこですか、あ、コメントであ、リンク飛ばす、あ、そうかそうか、チャットに貼ったらいいんですね、はい、チャットに貼っておけば、あ、そうだそうだそうです、ちょっと今から貼りますので、はい、ちょっとあのお話ししておいてください、お話ししておいてください、あの、ま、マルチタスカーなんでできますけど、私マルチタスカーですよねマルチ、え、あ、私、いや、何かしながらできる人なんです、ああ、そうだマルチタスカーはできるんですね、私できる、あ、西さんできないですか、僕できないですね、なんか2つのことを同時にできないタイプなんですよね、どっちかっていうと、あ、なるほど、はい、うんうんうん、ああ、そうなんだ、そうなんだあ、
なんか男の人結構できない人多いですよね。そうなんですかね。うん、なんかはい、なんかこう本当一つのことしかできないタイプですよね。あれ、それなんか何番とかあるんですか、やっぱり。いや、そこまではちょっとわかんないですけども。うんうん。まあそこは分かんないことなのか。そうですね。まあ一つのことしかできない人は分かりますね。あ、分かります？はい、分かりますね。今8番だからできそうですけどね。はい、8番って結構できる数字ですよね。多方面にできるんですけど、うんうんうん、みきさんと僕って2位持ってるじゃないですか、ね。ああ、2位持ってます。あ、なるほど。2位持つとですね、要するに短期集中型なので、はい、なんかすぐ飽きちゃうんですよね。ああ、確かに飽きっぽいですね。飽きっぽいんですよ。だからこの僕らみたいな2っていう数字持ってる人たちは、はい、なんか3つぐらいのことを交互にやっていくといいんですよね。3つぐらいを交互に。はい、順番にこうやっていく感じです。ああ、いろいろやって、はい、それを同時に、同時にやっていく感じなんですよ。うん、少しずつ A をやったら B をやって、 B をやったら C をやってっていうのをちょっとずつやりながら、これ気づいたら長く続けられるみたいな感じですよね。はい、やっぱりそのなんかやっぱりちょっと数字によって違いますよね、やっぱりね。そうですね、やっていくか。そっか、8と、そうですね、2ですもんね。うん、もうみんな自分の数字が知りたくてしょうがないんじゃないですかね。数字がそうですね。それが人わかんない。あ、じゃあ名前、あれですよね。旧姓、あれなんでしたっけ。片玉旧姓と、今の名前と。あ、そうですね。だから、誕生日があればいいですね。お名前、あ、でもそう、鑑定としてどこまでやるかっていうところはあるんですけど、僕、しゃべりついたんで、なんか非常になんかですね、そうですね、中途半端にできない人なので。気づいたらなんかすごい喋ってるような気がする。すごい、すごい鑑定になってしまいそうな。すごい鑑定になってるような気がする。まあやりすぎないように努力します。やりすぎないように。いや、やりすぎて分かる、分かるな。やりすぎちゃうんですよね、私もね。あけいさんもそうですか。もうむちゃくちゃやりすぎますね。やりすぎますね。やりすぎちゃうんです、ね。無料オリエンテーションとかで、もうすっごい満足ですとか言う人がいるます。ダメだろうっていうやつですけど。すごいよ、これ。全然その次に繋がんないってやつですよね。繋がんないっていうね。あ、でもまあ、風の時代はそれでいいんじゃないですかね。あ、そうですね。はい。その通り、うん。やっぱりみんながね、良くなっていけばね。はい、循環なのでね。はい、循環ですね。はい。あ、そうか、ヒューマンデザインは誕生日と時間、生まれた時間ですもんね。うん、生まれた時間と生まれた場所。まあ、場所、生まれた場所、まあ、日本であれば全然いいですけど、外国で生まれたりしたらそれまた変わってきますね。うん、そうです、そうです。それを、場所が影響するんですもんね。場所がやっぱり外国で生まれたらまた変わってきますね。あ、これはあれですよね、何々市とかでいいってことです、うん、何々町まで。あ、町まではいいです。あ、というか日本だと北海道から沖縄まで一緒なんですよ。ああ、そうなんですか。はい、だから日本はいいんですよ、どこもどこでもね。ああ、なるほど、日本でいいんですね。日本では日本でいいんですけどね。なるほど、なるほど。はい、外国の場合はちょっと変わりますね。なるほど。はい。はい。そういう、今ズームの方にチャットに貼らせていただきました。あ、はい、最初の方がこの3人でやってるスペシャルコラボですね。このクラブハウス、限定5名、ね、5名の3つ全部受けれるというね。あ、まあ2つでもいいんですけど受ければ受けるほどお得っていう、そうですね、はい、やつと、で私自身のメルマガのリンクと両方貼っておきましたので、ズームの方よろしかったらご覧くださいませ。はい、はい、どうですか、よろしいですかね。はい、はい、どうですか、9時半までと言いながら10時になりましたけども、ちょっと長くなっちゃいましたね。いや、まあ、やっぱりあれでしたね、自動的に喋るようになりましたね。はい。すごい、ニッシーさんがやっぱ降りてきますね、いっぱい。やっぱり普段白い人ってね、色がついた瞬間に3倍になるんですよ。3倍や。はい、はい、だから普段ついてる人の3倍喋っちゃったりとか。まさにそうですよね。はい。なんか僕ばっかり喋ってんじゃないかって感じがしました、ね。いや、いいです。ありがとうございます。
なんかその僕もアドリブ苦手だっていうのは自分でもよくわかるんですよ。はいはいはい。でもなぜかこういうその人によっては喋れるってことが分かっただけで、うんうんうん、非常になんか安心感ありますよねこれね実際。だからやっぱりこういう自分の法則を知るってすごく大事だなっていうのは非常に。そうです。いろんな意味でね。感じましたね。はい。はい。ぜひまた皆さんの感想とかね聞かせていただきたいですよね。あ、そうですね。はい。これ終わってからも紙飛行機は飛ばせますので。あ、ぜひ紙飛行機。はい、それぞれ紙飛行機でメッセージとかねいただけるとね嬉しいですね。うん。いただければ。はい、ズームの方は、ズームの方はチャットかな、チャットになるのかな。うん。はい、ありがとうございます。はい、ね、ありがとうございます。はい。はい、どうしましょう。そろそろ開きました。どうですか、ミキさん。うん、はい、2時間ぐらい経ったの。何かもう質問もないですもんね。もう大丈夫。質問何かございますか。大丈夫ですかね。はい。うん、なんか次回のテーマとか、はい、そうですね。もらえるね。この1週間の間でも結構ですからね。はい、何か送ってください。あ、自分の数字が知りたくなりました。ありがとうございますっていう感想もいただいてます。ありがとうございます。うんうん、ユキさんですよ。ユキさん、あ、ユキ。ぜひ無料鑑定に手を挙げていただいて。あ、録音許可で。ひとまず知ることができますので、ね。はいはい、ひとまず。あ、そうですね。やりすぎの鑑定を受けれますよ。あ、そうか、ね。やりすぎの鑑定を受けれますって感じ。やりすぎの鑑定を。やりすぎの鑑定。やりすぎの鑑定を漏れなく受けることができます。あれ、カズタマは別に教会からのこうそういうのをこうやっちゃいけないとかないんですか。そうですね。うんうん、鑑定は一応その、まあ、公認鑑定士っていう資格があるんですけども、それを取っていれば、うんうん、自由にやることができるので、うんうん、まあ、その無料鑑定をやっちゃダメとかそういうことはないので。ああ、そうなんですか。はい、それは大丈夫だと。ヒューマンデザインはややあるんですね。ああ、そうなんですか。はい、そうなんです。私たち資格者は無料で情報を提供しては本当はいけないという。ああ、そうなんですね。うんうん、のがあります。あ、うん、だからヒューマンデザイン的な用語を使ったりはしないようにお伝えする感じですかね。あ、なるほどなるほど。うん、だからちょっとこう歯に物が挟まった感じになっちゃう。ああ、うん、だから私の経験としてお伝えするみたいな。あ、なるほどな。うん、そうですか。はい、何番を持ってるからこうですよとかそういうのはちょっと言えないんですね、公の場では。ちょっと面倒くさいんですけどね。はい、特に録音が残るとね。録音残るとあれですもんね、だからね。僕もなんかそう言って言いつつ、なんか後で指さされてもそういう感じも。まあ、ないとは言えないですけど、大丈夫と思いますけどね。だからまあよかったらさっきのリンクを貼ってたね、3人のスペシャルコラボの方に ね、はい、受けていただければ。個人的に、あるいは一応3人全部受けれるんですけど、受けるときは1対1ですので、はい、もちろん秘密とかね、秘密個人情報とかね大丈夫です。個人情報を守りますし、はい、より深いところまで行きますので。あ、個人の方がね、はい、個人は本当に深いですよね。はい、絶対腑に落ちて帰っていただけると思います、ね。うんうんうん、それはお約束します、ね。お約束します。本当にでも深いです。両方とも。両方ともね。深いです。本当そうですね。うん、一つ質問がありました。はい、結婚しても旧姓と変わらない場合とか、それぞれ意味があるのでしょうかっていうことです。はい、いやー、もう本当にある、ありますね。結婚して変わらなくても意味があるんですか。はい、あれ、変わらなくても意味がありますね。あ、本当に少ないですよ、これ。で、あと、カズタマっていうのは、要するに、それぞれのひらがなに、数字
まあ、数字に変換できるんですけども、うんうん、全く違う名前なんですけども、うん、あの結局同じ合計数になるっていうパターンもあるんですよね。ああ、名前が違ってもね。名前が違っても、名前変わってるはずなのに同じ数字になっちゃうって方もいらっしゃるので、うん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 、やっぱその場合はもうその生き方をするしかないって言われてるんですよ。ああ、なるほどね。それ私です。結婚しても。あ、そうなんだ。変わらないんだ。さあ、ね、あの8人で結婚しても8人なんですけども、あのより詳細数が違うんですよね。なるほど。細かい計算が。実は厳密に言うとちょっと違うんですよね。ちょっと違う。うん、たまに本当に生まれた名前と結婚後の名前が全く一緒の人もいるんですよ。あ、これはもうこの生き方しかないよって、あなたこの人のせいしかないからねって言われてるんで、うんうん、まあ、なんかやっぱそういう意味になってきますね。うん、なるほど。逆に言うとその数字は一体何なんだって話ですよね。うん、そう、これがわからないでもね、うん、あの私も古村になったからこそカリスマでいられるわけですもんね。あ、そうですね、本当そう思ったらもうね、やっぱり主人に感謝ですよね。いや、そうなんですよ、うんうん、だからこの割と僕も鑑定やってていつもこういうなんか名前が変わってこういう人生に、ね、うん、あなたにこういう人生を与えてくれたんだっていうことをこう例えば離婚されてたとしても、うんうん、まあ、あのお伝えするとなんかあの人と出会ったことに本当に感謝できるって皆さん言っていただけるんですよね。うん、なんかこう離婚したとかそのパートナーで、結婚してあんな結婚しなければよかったって思う方が、うん、あの結婚には意味があったんだなっていうことで結婚に感謝ができるようになる。そしてもし別れたとしても、うん、その別れた相手に感謝ができるっていうことがなんかすごく僕はその意味があってこう鑑定やってて素晴らしいなと思うんですけども、うんうん、なんかそこを知ってほしいなって思いますね、逆に。本当ですね。すべてね、意味がありますよね。そうですね、すべてに意味があってるんで、それがその、うん、要するにすべてに意味があることの見える化をしてるって感じですよね。うんうん、そうです、見える化ですよね。はい。うん、いや、本当にぜひ、ぜひね、皆さんに知っていただきたいですね、はい、どっちもね。そうですね、はい。はい、あの、ミキさんのコアフォースもね。はい。受けていただくとね、本当に楽になりますよ。楽だ。これはもうお墨付きですから。お墨付き。Cさんが師匠なんですけど。師匠のおすすめ。師匠をもう超えてしまってるかもしれない。超えてはないです。素晴らしいですよ、ミキさんの。いや、本当に素晴らしいです。ね。なんかまあ、あの悩みがある方はまずミキさんにやってもらってくださいその方が とっかかりとしてはいいかもしれない。いいと思いません。あの私恋愛とか夫婦のコンサルよくやりますけど、うん、まあやっぱり先にミキさんにも見てもらってからあのあれうちみたいにね、もしかしたら殺されてるかもしれないじゃないですか。殺されるそれ分かるだけで解決するわけでしょう。だからコンサルする前にミキさんのコアフォースって感じ。ぜひ本当にあの人間関係の心理が分かってしまうので、ね、そんな感じしますよ、ね、はい、その通りでございます。はい、どうですか皆さん、本当はあの長い時間ね、いていただいてありがとうございます。すごいですね、本当にこんなに長い時間あの本当にいていただけるっていう、はい、ズームの方もね、あのずっと皆さんいていただいて。あ、そうなんですか、ありがとうございます。あ、本当に、はい、20人近くいらっしゃいますね。はい、うん、あ、3人さんのセッション受けたいですっていうことありますね。引っ越しをしたいんですが、都道府県とか土地に呼ばれることがありますかって。あの引っ越しをしたいんですけど、その土地に呼ばれることってあるんでしょうかって。はい、土地に言われる。うん。よくなんか土地に呼ばれるって言うじゃないですか。呼ばれるですね。呼ばれる。うんうん、そうですね。あのそのなんか どっち方面にどう行きなさいとかっていうことが出てくるというよりも、うんうん、どっちかというと、うんうん、まあそれまあ、さっき言ったようにその転換期とかでこう現れてくる感じはありますよね、うんうん、やっぱり。あ、方角もわかるんですか。カスタマーは、うん、そういう法医学ではないです。まあ分かんないですよね。はい、そうです、うん、あの法医学ではないので、その、うんうん、この方面に行きなさいとかは分かんないです。分かんないですよね。はい、分かんないです、うん、あ、そこはもしかしたらヒューマンデザインいいかもです。
ああそうですね、あのこっち行くって言った時に反応、はい、体の反応が出るので、そういうことですよね、はい、うん、それで決めていくといいですよね。あ、そうですね、そういうことですね、うんうんうん、はい、なんかこういうふうに使ってもらったらいいかもしれないですね。いろんなものをね、そうですね、はい、あ、いいと思います、うんうんうん、見えてきましたね。やっぱりちょっと補い合いますね。補い合えれますね。あの、できないところをね、補い合え。本当にそうですね。本当にね。はい。どうでしょうかね。はい。ぜひ、あの、皆さん、つながっていただいてね、今いらっしゃった方とね、あの、フォローし合ってくださいね。同じ空間にいるって、やっぱ何かのご縁ですからね。そうですね。うん。うん。本当に。長い時間。あ、なんか、あの、今日たまたまでも西さんにだいぶ前になんかカスタマを教えてもらったっていう、はい、私の元のお客さんから連絡ありましたよ。え、はい、あの私が1年前ぐらいのお客さんだったんですけど、はいはいはい、あの西さんとこんなんやるってメルマガに出したら、はいはい、あの西さんにあのカスタマを教えてもらって鑑定士になった人、はい、うん、誰だろう。うん、そういう名前は言えないやつですよね。あの、じゃあ、あの、ここでは、あの、紙飛行機で言います、あとで。紙飛行機で教えてください。紙飛行機で。もう、その人がもうびっくりして連絡くれました。ああ、うん。僕もびっくりします。うん、西さんからも、あの、やって、私も1年前にやってる。すごいつながりですね。そうなんですか。もうびっくりですって言って。うん、そうなんですね、ちょっとそれすごく知りたいですね、うん、後でじゃあ名前をお伝えします。うちにも来週だから来て、あのもう一回セッション受けたいって来られるんですけど、ああそうなんですか、はい、あのなんかやっぱり狭いもんですねって言ってね。いやそれ広いけど狭いみたいな。広いけど狭いね、北海道とね。北海道と本当ですよね、うん、奈良県ですもん、あれ奈良県ですね。あ、まあオンラインですからね、全部ね、今ね。そうですね、あ、うん、オンラインじゃないですか、多分。オンラインですか、オンラインだったんじゃないかな。誰だろう、うん、男性の方です。あー、ちょっと分かったかもしれないです、うん、今、うんうんうん、ちょっと分かったかもしれないです、うんうん、それ僕何年前だろうな、カズタマのなんか鑑定資格を取りましたって言いました、はいはい、あの僕は教えてないです。あ、そうですか。僕が教えてないですけども、そのきっかけになる鑑定をさせていただいてた方だと思います。うん、あ、そうですか、そうですか。多分そうだと思います。うん、あの、うん、本州の方ですよね、うん、と思います、はい、ですよね、多分、うんうんうん、はい、はい、だとだったらそうだと思いますね。うん、そう、そんなこともありました。すごいですね。すごい、なんかすごいんですよね、本当にね。はい、ミッシーさん、カズタマのあれですもんね、鑑定士さんになるの教えるのもできるんですよね。あれ、何でしたっけ、鑑定士さんアドバンスと、何でしたっけ。まあ、そう、ベーシックとアドバンス講座というそのね、あの、まあ、カズタマの鑑定士になるには、その公認鑑定士まではそのマスターコースっていうそのところまで行かないといけないんですけども、その前段階のベーシックとアドバンスっていうのを教える資格を持ってますね。まあ、そこまで受けると大体のことはできるようになるので、まあ、簡単な鑑定はできるようになりますね。それはお伝えはできる資格は持ってます。でコアフォースも教えてらっしゃるんですよね。コアフォースも教えておりますんで、はい、あの、まあ、僕が作ったので、まあ、そう、教えませんって言ったらどうしようかなと。教えません。教えられませんって言ったら。私教えてもらったんで。そう今ですね、コアフォースちょっと今作り直そうと思ってまして、さっきちょっとあの特殊なことができるようになったお話したと思うんですけども、うん、まあ、なんかちょっといろいろできることが増えてきたので、うんうん、ちょっと一旦、あの今までやってきたと見直し、それこそあの明恵さんの話じゃないですけども、一回全部リセットして、あ、もう一回作り直そうと思って、ね、この方が合ってますよね、はい、うん、そう思って今ちょっと準備してるんですよ。ああ、うんうんうん、なので、はい、転換期、転換期ですね。転換期、転換期、西さんもその方がいいですよ、もうスパッと変えるみたいな。スパッと、スパッと、はい、そっち派ですね。
私は一緒にやってるやはずよね。あれ？あとミキさんはどっちでもいいんだ。そうですね。そんなスパッとしなくてもいいですよね。スパッとしなくてもいい。スパッとしてもいいし、スパッとしなくてもいい。そこにあんまり関係のないプロファイルでしたよね。はい、そうです。それいいですね。それ便利です。一緒にやっててもいいし。ミキさんは誘われた方がいいんです。人に誘われてやった方がいいですね。ああ、誘われて。そういう細かいことが分かりますよね。そうですね。まあ、あのお仕事とかね、はい、いろんなことで迷ってる方はぜひね。そうですね。あ、そう、カツタマでも誘ったり誘われたりってありますよね。あれ違う。他力、自力。他力。あ、他力ね。他力。はい。あ、他力、自力、そう、そうですね。ありますね。やっぱりその、自力でやった方がいい人と、人の力を借りて決めた方がいい人っていうパターンとか、まあ、まあ、いろいろあるので。いっぱいありますよね。すごいですね。なんか無限に出てきますね。無限に出てくる。これはすごいですね。はい。あ、ただ時間が。あの、鑑定のことでご質問があったんですけど、あの、3名の先生方に鑑定をお願いしたい場合は、あの一応さっきのリンクで貼らせていただいたのがあの60分1万5千円で、はい、かける3でしょうかっていうことなんですけど、はい、あのさっきのリンクのとこに書いてたように3人同時にまとめるとマイナス1万円というお得なセットになっております。はい、それでよろしかったでしょうかね。ということは4万5000から1万円いくので3万5000円、はい、ですね。そうですね、はい、3人同時だとそういうことになります、ね、3人同時受けるとそこまで安くなりますよということなので、ちょっとお得すぎますかね。はい、お得すぎますねちょっとお得すぎますね。まあこのクラブハウス5名限定ってやつですね。そうですね、はい、まあそこでねもうちょっと深く知りたかったらね他のメニューもございますもんね。そうですね、はい、はい、こんなところでしょうか。大丈夫ですか。はい、大丈夫でしょうかね。はい、大丈夫ですか、皆様。ちょっと来週皆さんお楽しみにしてください、ぜひ。大丈夫。そうですね。こういう感じで出てくるんだよってことが、わかると思いますので。はいはい。なんかそういう感じですよね、あの、はい、明さん。あ、ね、私はなんかもごもごしながらですから、自分もごもご、ちょっと奥歯に斧が挟まって挟まりながらみたいな挟まりながらていうか、なんかヒューマンデザイン用語を使わなくてですね。そうですよね、はい、いうような感じで言ってることは、あの決してあの間違いではない、まあ、もちろんです、もちろんです、はい、もちろんですね。用語を使わないってことですよね、うん、用語を使わないようにですね、はい、はい、用語使わない、はい、私も結構あの上から降りてきますからね、私もね、はい、あ、私は一人でも降りてきますから、ね、一人でも降りてきますよねそういうデザインなのね。そうそうそう、さん一人で降りて僕もあの数字を言わないでやりましょうかってことであ、それがいいんじゃないですかそれだとちょっとそれあのあ、そうか、言えないのか。いや、そこまでちょっとあの縛ってしまうとみんなちょっとあの逆に分かんなくなっちゃう大丈夫です、数字ぐらいは大丈夫です、はい、出します、ね、はい、そうですよね、うん、まああのね、まあよかったら個人鑑定にね来ていただいたら、ね、あ、そうですね、あの、うん、本当にあの腑に落ちる鑑定になると思いますので、うん、ぜひぜひあの申し込みいただければ、ね、いいですね。特にマガタマ1月ですから、今年からこと今月あの今年1年のね流れとか知るには一番いい時ですよね。はい、ね、それも全部お伝えしますので、ね、はいはい、あの1年こういう1年のテーマだよって、毎月にこうこういうことが起きていくよっていうことも、うんうんうん、細かくですね、お話しすることもできます。うん、はい、このあのスペシャルコラボの1万5000円っていうのでは鑑定書もつかないってことですよね。鑑定書、うん、そう、鑑定書つくのはもう少しあの五円盤とかを見るのはもう少しお値段の高いことでしたよね。側はですね、そうですね。そうですよね。はい、うん、まあそれはちょっとオプションでね、はい、あ、またあの個別に、あ、もしご依頼ご要望があって鑑定書つけてほしいって
ことであれば、ちょっと、まあうん、プラスいくらという形で。そうですね、そういうふうにしていただいた方がいいですね。はい、私もあの、はい、ヒューマンデザインの鑑定書って25ページぐらいの西井さんにお渡ししたんですけど、はい、あ、そうですね、あれすごくいいですね。はい、あれも結構ページが多いんですけど、それもちょっと別にオプションになりますね。あ、そうですね、はい、まあ、あとご相談をいただければ。ご相談はいただければ、あのうまく対応しますので。なんなりとね。私でもね、ご縁盤は受けてほしいなって感じ。大好きです。そう、お気に入りですね。私、ご縁盤お気に入りですね。お気に入りですね。うん、ご縁盤は、まあ、プラス、あと、もう少しオプションがいりますよね。あ、オプションで、はい。うん、ちょっと、プラスすれば、うん。自分の気になる人がね、自分にとってどういう関係かっていうね。そうですね。これ結構知りたい人多いんじゃないかなと思うんですけど、ね。そうです、ね。結構あの数字を見てるだけで、うん、あーっていう感じになりますね、やっぱりね、皆さん ね確かにってなりますよね。本当にあの通りにやったら本当にうまくいきますもんね。はい、うん、いや本当にそう思いますね。で、秋江さんと西江さんのご縁番、あ、見た、それ見たい、私、はい、あ、それ見たいです、かなり。僕から見た秋江さんが、うん、確か、いや、それこそビジネスの関係が非常に強い関係らしいです。あ、そうなんですか。はい、しかも、最も強いパターンかもしれないです。最も強いっていうのはビジネスの、はい。仕事の関係性が一番強いところにいた。仕事のとこって、あの黒いとこですかね。そう、黒いとこです。そうですね。覚えてますかね。秋さん、すごいですね。いや、ご縁番めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、もう、あれから何回も、あの、録画を聞いて。いや、本当に、一番強いと思います、僕と秋江さん。あ、ビジネス。はい、だから今回みたくですね、こういうことに、うん、なるんだったんですよ、要するに。なるようになってたんですよ。あ、そうなんだ。で、僕、今回のお話って、まあ、その美樹さんに通じて、秋江さんとコラボしませんかっていう話したときに、うんうんうん、まあ、即前のめりになったんで。前のめりになりましたね。うん、まあ、もう速攻でしたんで、あ、もうやります。2つ返事したよね、美樹さんね。はい、そうです。はい。あ、やりますみたいな。あ、ありがとう。躊躇なく。何の躊躇もなく。でもやっぱりそのビジネスの関係だった、これ後で知ったんですけども、ああ、そっか、やっぱりビジネスの関係だったんだっていう形で、だからなんかすごく合致してましたよね。あ、そうなの。私から見たら何なんでしょうね。また見といてください。それは見てなかったかもしれない。見といていただきたい。じゃあ次回。恋愛の関係だったらどうでしょう。ちょっと待ってください。これが問題じゃないですかね。お互いのビジネスだったらいいですね。ちょっと、まあ、なんとも答えようがない感じです。次回ってね。あの本当に次回ちょっとご縁番テーマ。ご縁番テーマいいかもしれないですね。私から見たミキさんとかね。いいですね。なんかそれも知りたい。そういうのをお伝えするっていう感じでね。はい。これなんかカップルとかね、これ知っとくといいですよね。そうですね、やっぱりね、やっぱり、皆さん気になるところではあると思うんですよね。宇宙の人が自分のことをどういうご縁で出会ってるのかっていうのは、うん、知っとくだけで、まあ、ちょっとだから、そこだけを言っちゃうと今日の本質的な話とずれちゃうんですけども、ただやっぱり相手がこう数字って面白いもんで、その外数に因数とか要数とかって言い方するんですけども、因数っていう数字が入った時にはあまり消極的になったりするんですけども、要数が入るとこうすごく積極的になるんですよね。で、内側に因数が入る人たちっていうのはどっちかというと消極的になるわけですよね。あ、消極的か、本音を言わなくなるんですよ。で、この本音を言わなくなると相手が何考えてるか分かんなくなってくるんで、相手の本音が読めないんですけど、ご縁番見ると分かっちゃうんですよね。分かっちゃうんですね、どう思ってるか、ね、これがね面白いんですよ、本当に。何考えてか分かんないんですけど、分かっちゃうんですよ。恋愛する前に 見るとかね。そうですね、まあ、例えば、まあ、そういうパターンもできますし、やっぱり異中の人がいる方は、ぜひその、ね、あの人どういうふうに思ってるんだろうとかっていうのは
ちょっと数字でできちゃうっていうところがやっぱりあります。これあれですか、自分から見たら恋愛なんだけど、向こうはビジネスとかいうのがあるんですよね。ありますあります、ありますよ。そういう場合はどうするんですか。だからそれぞれのテーマが違うんですよ。だからね、向こうはビジネスで来てるけど自分は好きとか、はい、そうですそうです、やっぱりそのテーマが違うってことですね、要するに、うん、そういう場合は食い違うんですか、やっぱり。だから恋愛だから、こっち側からしたら恋愛としてやっぱり付き合ったりすることはあるんですよ、うん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 、で向こうからすると、何か自分の仕事にとってなんか飛躍するような出会いとしてやってるから、その一緒になるってことのテーマが違うってことなんですよ。あ、だからそれを分かって、そうやって付き合えばいいってことですね。そういうことです、そういうことです。うん、私は好きだけど、彼はビジネスで来てるんだから、そう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 、もうビジネスで付き合おうって思えばいいんですかね。まあ、そういうことですね。はい、そういうふうに、ね、その彼のビジネスのために役に尽くしてあげようとかって、うん。なるほど、なるほど。することで、お互いのテーマが分かってるじゃないですか。うんうんうん、あ、そうか、だから悪いわけじゃないんですね。悪いわけじゃないです。そうなんですよ。例えば、だってうちなんかそうですよ、僕から見てうちの嫁さんは確か家族かなんかのテーマになってるんですよ、うん、だから結婚するようになってるんですけど、うん、嫁さんから見たら違う、逆だったかな、ちょっと忘れましたけど、うん、逆が違うんですよ、テーマが。やっぱり自分が目指す方向性のなんかそのきっかけ作りの人だっていうふうに出てるんですよ。なるほど。だからなんかそのテーマは違うんですけども、ただやっぱり実際そうなってるんで、あ、それでも夫婦になる場合あるんですね。それでも夫婦になる場合あります。へえ。でもどっちも家族の関係が入ってない場合はやっぱりあんまり結婚するパターンとしてはちょっと薄くなってくるかなって。ああ、なるほど。やっぱり結婚関係になってる人たちはこう家族っていうところに入ってるんですよ。あ、うちも入ってましたね。あ、そうですよね。夫婦、はい。家族の親になってましたよね。なってましたね。やっぱそういうふうに見ていくと、なんていうんですか、あ、結婚するのかなしないのかなって話になっちゃうわけですね。あ、ね、それが分かってしまうというですね。うん、まあそうするとご縁番だけみたいですって始まるんですよね。あ、そうですね。見たくなる。でもやっぱり僕としてはそうじゃないんですよ。結そうですね。ご縁番そうなんです。やっぱり本質の生き方なので、そうですよね、生き方をまずしてほしいな。うんうんうん、両方ですね。両方か、両方して、うんうん、ね、いや本当に話はつきませんが、あ、本当に、ね、すいません、どんどん長くなっていってしまいますね。どんどんね、止まらないですよね、ちょっとね。止まらなくなる。あの、白い人はね、止まらなくなるんですよね。そうですね。あ、白い人は、あ、白い人の方がだって3倍動きますじゃないですか。ああ、なるほど。3倍喋ってますね、今日。すごいですね。ね、またあの来週楽しみにということで。来週、はい、そうですね、はい、ぜひ、はい、あのまた来週の土曜日。土曜日の8時。はい、15日の8時からまた。8時からですね。やりたいと思います。はい、15日と22日ですね。はい、25日、はい、で29日はあの西さんご用事がありましたよね。あれ、僕の29日用事ありましたっけ。多分参考だったような、分かんないかな、またあの、ね、西さんの29日よ、いい日に29日が入ってなかったんで。でも夜は8時は大丈夫ですね。あ、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。あ、大丈夫だったら、はい、お願いします。大丈夫ですんで、はい、ありがとうございます。ちょっとあのやっぱり同じ時間だとね、皆さんも予定していただきやすいと思いますのでね。はい、あの、うん、1月は毎週土曜日の8時。毎週土曜日。ドリフみたい。ドリフじゃないか。ドリフ。ちょっとあのね、やりすぎ鑑定受けたい方も。やりすぎ。ぜひ、ね、録音 OK でやりすぎ鑑定受けたい、うん、やりすぎ鑑定やりすぎ鑑定をですね、目当てでもよろしいので、はい、あ、でもいいですね、楽しい、はい、はい、ありがとうございます。はい、あのぜひまたあのそれまでに個人鑑定ね、よろしければ上のリンクから申し込んでいただいたらと思います。はい、そうですね、ぜひぜひ、はい、あの私の公式 LINE からに行くようになってますので、はい、そこであの申し込んでいただいたら、皆さんに日程とかは個別にね、組んでいただいて、そうですね、という感じですよね。はい、
ぜひぜひお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、本当に聞いていただいた方、皆さん長い時間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんで最初から最後までずっと、あ、本当ですね、本当ありがたいですね。うん、内藤さんもありがとうございます。あやさんありがとう。あ、ゆき